いきなりやけどね、はいはい、こう最近のお前を見てるとこう男らしくないというか、うん、はいはい、ちょっと女々しいとこあるからしっかりしてほしいなと思ってね。いや俺なんかむちゃくちゃ男らしいけどな。いや男らしくないよお前、色も白いし線も細いしやなお前。いや俺言っとくけどさ、時間あったら一人旅とか行くしな、うん、あ一人で旅行行く。そうそうそう、友達とかとではなく。そう、あそれはまあ確かに男らしいっちゃ男らしいんかな。けど今年こそは絶対一緒に韓国旅行行こうな。女やないかお前韓国旅行の誘い女の子やろお前、コスメとか買うつもりちゃうお前な。言っとくけどさ、俺学生時代、クラスの中心人物よ。いやそれお前女の子でもさ中心人物はおるわいな。いや文化祭でダンス踊ったんやけど。あそんなんやってたの。終わって幕が閉まった瞬間、幕が閉まった瞬間すぐ泣いたしな。女やないかお前文化祭ごときで泣けんの女だけやお前な。女かお前で、すぐ抱き合ったしな。女やないか、うちらよう頑張ったなあのやつ同じ T シャツで。女やないかお前な。髪切ろうかな。いやそらお前の好きにしたらええけどやな。それは俺サッカーむっちゃ好きよ。いやサッカーなんて人気やからな、今女の子でも見たりするねお前。いや小中高とサッカー部で、しかもキャプテン。小中高ずっとやっててキャプテンも務めた。そうそうそう。ああそれはまあ女の子であんま聞いたことないから、うん、男らしいっちゃ男らしいな。ただオフサイドのルールは知らんけど。女やないかお前オフサイドのルール知らんの女だけやお前。えあれ何回教えても覚えへんねんからお前オフサイドな。髪切ろうかな。いやいやそれは好きにしたらええけどやな、うん、どうせお前あるやろ今な時とか女の子みたいずっと SNS 見たりするやろ携帯で。確かにツイッターはしとるけど。ツイッターとかやってるやろお前。フォロー数は1しかないしな。フォローしてんの1つだけ。そうそうそう。何フォローしてんの。恋が恋しくなる恋愛ボタン。女やないかお前そんなんフォローすんの女だけやお前。なんか変われるんかあれフォローしたところでお前な。なあ髪切ろうか。女やないか髪切ろうかな宣言女だけやお前。半年後前髪作ろうかなで悩んでるやろお前。知らんねんそんなん俺。いやそんなこと言うけど。何やお前。わらわにはわらわの生き方があるから。わらわ言うてるやん女やん。位の高い。違うでしょあなたね。何ちょっと免許証見せて。いや免許証は性別確認したろお前な。いや免許証免許見たら分かるからお前な。免許証はやめよ。見せたらええやんお前な。免許証の顔マジ犯罪やから。女やないかお前免許証の写真かたくなに断んの女だけやお前。写りなんかええがなお前。お前あれやろ女の子とばっか遊んでたタイプの男の子や。いやそんなことないよ。乙面ってやつや乙面ってお前な。じゃあ今度地元の友達と一緒に遊ぼうや。いやええよ俺がなんで。男ばっかやから。知らんよそんなお前な。ただ先に教えとくけど、キムとオックンは一回喧嘩してから無理で、リュウ君とミツルは二人っきりの時はいいけど、タカシが来たら気まずいからそこは分けてあげる。女やないかお前友人関係複雑。男はサバサバ行くねお前な。もうちょっと話変えよ。話変えるなよお前な。ちょっと聞いてほしいな面白い話があってさ。面白いとか言うな女かお前は。あのさ、バイト先にさ、年上の男の人で田中さんっておるって言ったよな。いやいやそんな言うとったんかなそんな。田中さんな、昼休憩あったら毎日カレー食べるのに。まあまあカレー好きな人は毎日ね食べるんかなそれ。なぜか昨日だけ。昨日だけうどん。女やないかお前おもろないね話。違うよお前の職場の感じとか振りとかちゃんとしてよお前な。それやったら俺も好きな話していい？お前 NASA のニュース見たか最近発表したやつ。宇宙にめちゃめちゃ地球に似た惑星が見つかった。知らんお前50年後100年後研究。女やないかお前。男やったら宇宙の話ワクワクするけどお前。なんでワクワクせへんのお前。そこまで言われたらさ、俺女か。女やお前は。もう女やお前はな。もう性別も。いや性別は男や。心が女の子みたいや言うてんの俺は。今思い返してみたら何俺何見ても可愛いって。女やないかお前。女丸くてピンクやったら何でも可愛いって言うな。しまいに丸いピンクのうんこ出たら何て言うつもり。可愛いって言えよお前。今思い返してみたら何よお前な。アボカド与えられたら喜ぶ。女やないかお前。女の主食は米やのうてアボカドやねお前。女かお前はな。今思い返してみたら多いのお前。休み時間手つないでトイレ行く。女やないかお前。女の子は休み時間手つながな尿道開かん作りになってんだよお前。女かお前はな。今思い返してみたらどんだけ出てくんねお前。夜中の校庭に忍び込んで夜中学校入り込んでセーラー服着て規制上げながらダッシュ。女やないかお前。ねえ夜中学校入ってきてヤバーこいつ女どうこより激ヤバやお前。ど変態やないかお前な。そんなもん変態変態やそんなん。ほらそうやってなすぐ泣くとこが女みたいや言うてんねん。おばはんみたいになってる。おばはんみたいな泣き方すんな。拭った涙確認してくれってお前な。なんやお前そこまで言うならこうするわ。えもう切腹するわ。いや男らしいんかい。もう改めまして見取り図です。いきなりなんですけどね、はい、この年になって思うのが、やっぱこの自分の生まれ故郷って大事にせなあかんなと思うわけですよ。確かにね、偉人で言いましたら織田信長も、これ尾張の国に寺を建ててあげたって逸話があるぐらいですから。織田信長
そうそうそう、織田信長はね毎年この自分の地元で祭りを開催してあげてたんですよね。え、織田信長？織田信長は地元の人に愛されてたんですよ。織田信長？織田信長や。え、何織田信長って。何それお前、ドアノブカバーの言い方してるやろお前な。気色の悪い言い方すんなお前。でもそれで言ったらね、僕ら地元は別々なんですよ。まあ生まれは全然違いますからね、相方がドミニカで僕がマロハト。いや俺ドミニカの人ちゃうねん。え、俺一回でもホームラン打ってんの見たことある？あ、ないなあ、このお前岡山やろ。あ、ごめん、マロハ島ちゃうよ。なんで俺らカリブ海やと思われたんよ。カリブ海からの漫才しちゃうからね。だからやっぱ地元を PR するのは大事やなと思うわけですよ。確かにね、僕は大阪ですから、なんて言っても天下の台所、うん、どこ行っても料理が美味しいのが大阪ですからね、はい。まあそれで言ったら北海道の方が美味しいですけどね。まあまあまあ海鮮はそうなるんかな、でも都会やからね、どこ行ってもこう電車が走ってる、交通網がすごいんですよね。まあそれで言ったら東京の方がすごいですけどね。まあ首都と比べるのは違うんやけどね、なんて言っても人情味の街、人があったかいのが大阪ですから。まあ、それで言ったら沖縄のがあったかい。大阪から出ていけ、はい、酒ずむんやったら出ていけ。自由やろ、済ませてもらってんねやろお前。出ていけ言うてんねん。手出した。なんやねんおい、知らんぞどうなっても。おお、変なことすんなお前。何をしてんねんお前。無理すんな。お前が何やお前、何してんねん。俺ってドラキュラなんかな。え、俺一回でも十字架嫌がったことあった？嫌がった気したから。知らんやろお前な、ね、何やこいつを田舎もんが。こいつは岡山の和気郡っていうすんごい田舎なんですよ。僕一回こいつの地元行ったことあるんですけど、うん、こいつの地元でライターに火つけたらそっから神として崇められました。そんなわけない。火ついたのがびっくりしたみたいです。文明ありますから。怖かったです。いや、こいつの地元の方がヤバいですよ。ヤバないわお前。大阪ですごい治安悪い。いやいや、閑静な住宅街ですからね。あれらしいな。なんやねおい、成人式市長のが暴れるらしい。どういうことやねん。市長目的なんやねそれ。お前知らんやろ田舎やから。大阪のグリコ見たことある？あ、グリコ見た。あ、当たったんやったらごめんなさいね。キビ団子パーン。はい、聞きません。はい、聞きません。聞かないですよね。カニ道楽見たことないやろ。ないやろ、すごいぞカニ道楽はお前。はい、聞きません。何も聞かないんですよ。太陽の塔もこういうポーズやね。こういうポーズ。地獄に落ちるわよ。ただの暴力じゃないお前。え、俺一応ルールにのっとってやってんねんけど。そう。お前だけ暴力やから。あ、そう。地獄に落ちるわよ。細木和子かお前な。お前や地獄はそんなもん。閻魔様は見てます。いや、閻魔様はお前を地獄に突き落とすよ。閻魔様は見てます。閻魔様や。何閻魔様って。それお前便座カバーの言い方してたのお前。何でもかんでもカバーにするなお前。出ていけもう大阪からな。住むなお前は。出ていくわ。その代わり岡山一回帰って大阪乗り込んだろ。おお、上等ですよ。それやったら俺大阪府民引き連れて乗り込んだるわ。間の兵庫県の明石ぐらいで合戦しましょうか。いいですよ。やるや、大阪の方いたらついてきてくださいね。やる、ハンデあげるわ。いらんけど、田舎やろ。俺大阪市民だけで十分。大阪市民だけ全然いいよ。いや俺もハンデやろ。なんやろ、俺地元の和気郡だけで十分。全然おらんやろそれ。まあ、ほな俺もハンデあげるわ。俺一人で行ったるわ。一人で。じゃあ俺もハンデやろ。なんやねおい。俺も一人で行ったるわ。どこが合戦やねんおい。見取り図が明石で待ち合わせしてるだけやろ。ネタ合わせしてまうわ。なんや、あとマロハトってどこ。勝手にカリブや思ったけどないやろそれ。なかった。出ていけみたいな。なんやねお前やんの。気持ち悪いことすんな、お前変なこと。何をやってんのお前。いらんことすんなお前。俺ってモハメドアリなんかな。すごい打撃怖いよ俺の打撃。いやでも地元って素敵やな。何がやねん。萌えはどうもありがとうございます。どうも見取り図です。お願いします。ありがとうございます。いきなりですけどね、はい、こうコンビの芸人さんでも、うん、売れて大御所になったらこう、はい、個人個人にマネージャーさんがついたりするんですよね。あ、そうらしいね。あんな憧れるなと思ってな、すごい仕事できる人がついてくれるんや。敏腕のマネージャーさんがね、本日から担当させていただきます。あ、今日からね。おはようございます。おはよう、今日からよろしくね。おはようございます。おはよう、うん、おはようございます。おはようございます。申し訳ありませんでした。申し訳ありませんでした。無意識でやってしまいました。朝礼かおい。タレントさんあんま朝礼から仕事始めへんから。すいません。え、どの職場の朝礼が無意識でやってしまいました。犯罪者ちゃうんかそれ。すいません。ものすごく怖い朝礼やんか。本日のスケジュールなんですが。あ、スケジュールね。まずは、うん、ヒルナンデスの MC。 MC 売れたね俺。次に、うん、ネタパレの MC。 MC ネタやる方じゃなくて MC ね。最後に、うん、ブラックビスケッツの撮影となっております。それなんちゃんのスケジュールちゃうんかお前。南原さんのスケジュールだ。間違えました。ブラックビスケッツ再結成するんですか。まだこれでお願いします。お前知らんやろ。せえへんよ絶対。森山さんですね。グルメロケからスタートです。おー、グルメロケ。あちらのたこ焼き屋さんで、うん、食レポをしてもらいます。お、たこ焼き5秒前。え、4、3。めっちゃギリ2、5が怪しかったよあなた。あ、じゃあお願いします。こちらのたこ焼きすっごい湯気出て美味しそうですよ。緊張すんなよ。じゃあ
いただきたいと思います。すごい、じゃあ、はい、食レポ。美味しい。外はカリカリ、中はふわふわですよ。誰でも言えるコメント。ぜひね、皆さんこちらのお店来てください。うまいね、たこ焼き。やっちゃい日産みたいに言うなよお前。ありがとうございました。持ってこい。ありがとうございました。どういうつもりなの本番中に。何、なんで押し返せる。次のポスター撮影がございます。いや、首現場来んなよお前の。移動しましょう。ポスター撮影か知らんけどお前。人多いですね。え、すいません、勘弁してください。タレントなんで。いやいや、写真ぐらいええよ。じゃあ分かりました、3秒だけ。写真ぐらい全然ええよお前。3、2、1、終了。芝居だろかお前。なんで俺ファンの前でマネージャーに晒し首されなあかん。普通に対応する言うてるやろお前。ポスター撮影ございます。もうええって来んなってお前な。現場着きました。え、相手先と名刺交換してきます。お、名刺交換。マネージャーのエミと申します。よろしくお願いします。頂戴いたします。麻生さん、よろしくお願いします。なんで俺これ見とかなあかんのお前。エミと申します。あ、頂戴いたします。あ、二階さん。自民党。え、自民党のポスター撮影。そうです。俺でええの。はい。そんな生徒あった、芸人に任す。はい。ええの。はい。で、あなたエミ君珍しいね。名字がエミです。あ、下の名前はネムです。エミネム。エミネム君。はい。十数年辛かったやろ。はい、すっごいラップ頼まれる。やろうな、ラップ頼まれるやろうな、はい、おい。撮影の時間です。おう。行ってこい、行ってこい。なんでギリギリやねん、おい。言っとるよ。おい、エミネム、お前、蹴るな、おい。じゃあ、ポスターさせ、さ、いや、ポーズなんでも。あ、じゃあ、こんな感じで。表情硬いよ。あ、じゃあ、こんな感じで。おい、ポーズもっとおもろなすぎ、エミやろ。おもろいポーズ。あ、じゃあ、こんな感じで。おもんない。こんな感じ。何やそれ。こんな感じで。おい、ミスマルクか。あ、いや、こんな感じ。はい、汚れ。お願いします。汚れ、帰ってこい、もういい。ありがとうございます。持ってこい。どういうつもりやねん。何がしたい。なだめるな。俺ゴールデンレトリバーちゃうねんお前な。赤外線ないわ。ないやろ赤外線お前。トーク番組来るな、来るなお前。もうな、トーク番組でございます。もうええって。移動しましょう。なんやねん、移動ちゃうかなお前。おいっ子がいまして、1枚だけ写メ送らせてもらっていいですか。痛いマネージャー。今ちゃうくてええやろお前。はい、チーズ。おいっ子さんよろしく言っといて。動画です。出ていけ。何がしたいお前は。笑ってもらえる。来るな言うてんねお前な。移動しましょう。笑うわけないやろそんなもんで。あと車ない。なんで俺ずっと捨て身でお前と移動して。すいません。大御所はできるだけ何かに乗せろ。ミスです。地面と離せ足を絶対に。トーク番組。え、曲つきました。おう、楽屋挨拶言っておきましょう。あ、 MC さん挨拶。トントントン。鶴瓶。おい、なんで。鶴瓶。なんでそんなこと。ああ、おはようございます、おはようございます。いや、僕そんなどんどん、いや、呼び捨てなんてめっそうも、いや、あの、無意識でやってしまいました。申し訳ない、すいません、失礼します、失礼します。次のスケジュール。もう怖い、お前が怖いから、もう向こう行って。手出しました。なんやねん、やるときはやりますよ。おい、気色の悪い、なんやお前、何して気色いことをするな、お前、ドンキーコングかなんかですか。俺揺れると思った。思ったよ。やめてくれってなると思った。でも朝礼しとってよかったよ。何がやねん、萌えは。どうもありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。まずはラップを始めたきっかけ教えてもらっていいですか。まあ始めたというか、まあ趣味程度なんですけど、2015年16年ぐらいにフリースタイルダンジョンって始まったでしょ、はい、テレビ朝日でアメーバでもやってた、それですね。それの R 指定さん、はい、見てもすっごいなって、はい、乗り方とかラップ技術とか頭の回転とか、はい、ベタにそっから始めましたね、ラップは。じゃあそれまでは全く興味がなかったという感じですか。いや、まあ、興味というか、でもにスタッフさんもね、はい、世代一緒やと思うんですけど、はい、中学校、高校の時って、はい、ジブラとか、はい、クレバとか、リップスライムとか、うん、は流行ってましたよね、はい、僕、1984年です。6年なので。あ、じゃあ世代一緒です。うん、はい、だから流行ってましたよね。はい、流行ってました。で、うわ、ラップというものに触れたのはそんぐらいか。もっと迷えばスチャダラパーのあの、はいはい、曲とかさ、はい、何やった。ちょっとどの曲のことかわからないんですか。曲わからない。はい、まあでもまあまあだよねだよねとか、あれ誰でしたっけ。あ、イーストエンドユニットとか、はい、せやなせやなとかな、芸人さんがやってたりとか、はい、うん、
あ、じゃあ影響を受けた楽曲はセアナじゃないですか。はい。あれはどういう経緯で出そうってなったんですか。あ、ちなみにタイトル、すいません、タイトルは、はい、商売。はい。なぜ出そうかなっていう話。いや、それは会社のに言ってもらって、はい、吉本に担当の人いるんですよ、吉本ミュージックかな、うん、その経緯で。その一番心に残ってるリリックって何ですか、その商売の中で。リリック、はい、リリックとか、あ、よかったらアカペラです、その部分お願いします。君に会いたい気持ち最大、ちょっと歌詞見ていいですか。あ、ちょっと自分の曲なのにもう何年も歌ったりしてないんで。あ、そんなもんなんですね、ライブとかで披露したり。いやいや、僕そのそもそもそんな何曲も音源やってるとかじゃないの、はい、君に会いたい気持ち最大、変わらない思い捧げるマイライフタイム。はあ、そこってどういう思いを、そのリリックに。その思いというか、はい、うん、特にないです。ほんまに聞いてほしいところはこう2番、はい、iPhone バキバキ靴のかかと踏むって、ここがね、ちょっとそこも知ってほしい。聞けよ。いや、もちろん聞かせてもらってます、取材のために。ただ、生のやっぱ聞きたいと思うんですよ、アカペラで。 iPhone バキバキ靴のかかと踏む、まあまあの雨でも傘ささない、店員に基本はタメ口つこては何でもマヨネーズぶっかける、趣味はラップで特技はドリフト、口を開ければほぼ銀歯、石鹸で髪を洗って吸ってる、タバコはどぎついセブンスターって、まあこれ続いていくんですけど。そこ託したリリックの意味、お前何やねん。おい、いや、見てる方も聞きたいと思うんですよ、どういう思いで。いや、だからそのリリックを書いたのか。こういう彼女おったら嫌だみたいな、逆ですよね。だ、1番ではもうベタベタな恋愛ソングだけど、2番ではだけどもちょっとその彼女の女の子の嫌いなとこがあるで、こういうリリック。面白いと思ってやったってことですね、それって。いや、まあまあまあ、あ、そういうこと、すいません、おちょこってんの。タイムアタック。はいはいはい。ファミコンであったマリオの一面の位置、はい、これの世界記録、うん、クリアの世界記録が 21.5 秒らしい、うん、はい、まあ俺らには絶対無理、絶対無理だ、ね、なので30秒でもだいぶ早いな。30秒以内に先にクリアできた方が勝ち、はい、なので、クリアされたらもう10万円これは10万払う、10万すぐ10万払う、10万円です。わかりました。ただ俺あれですよ、岡山の脇君でいち早くファミコンを取り入れた家で、うん、スターでしたから。ファミコンのカセットのすごかった、本当に。いや、脇君のいち早く、いち早く、本当カルチャーを、だいぶ分母が弱いけどな、カルチャーを取り入れたの。脇君だって7人ぐらいでやってた、もう取るわ、7人ぐらいの集落やろ。1万5000人ぐらい。じゃあどっちからいく、まず高校の方が有利よね。あんま見れるから、うん、最初はグーじゃんけん、ほい。じゃあどうする、先行で。男らしい。MC バトルだ。じゃあ、はいはい、森山から行きます。はい。行きます。どこの土管が近道やったっけ？俺はなんとなく。言えよお前。それは勝負の世界。え、これ測ってる時間？測ってます。上の線もやばいでしょ。どこの土管やったっけ？もう過ぎてます。言えや。俺男気で先行行ったよ。ただシンプルにずっとうまい。え、でこれで多分62秒取っちゃう、400。何秒、時間言って。25秒。ほんまに。はい、10万円です。ちょ、絶対嘘やろ、ほんまに。25秒78。この企画一発目で10万円出ました。はい、ちょ、でも俺がやって10万円返しもできるわけ。ああ、うん、じゃあちょっと待って。え、てかほんまに世界記録じゃん。待って、俺ちょっと鍛えたら世界狙えんじゃん。そうそう、てかさ、近道してないのにやれって、近道したらもう世界記録。ほんまに25秒やってんな。25秒で世界記録は1の1 21.5。間違いない、それは多分。絶対もっと早い。俺鍛えたら世界一なんで。
じゃあはい、今10万円やからオッケー、これで30秒どこで走るんだっけこんなレベルのやつに負けるわけない。十字キーどっち、これ俺はどっち、あ、こっち、あ、どっちでもいい。はい、始まった。はい、はい、10万円はい、10万円です。違う違う、ま、3回あるからチャレンジ。ちょっとそんな言ってへんこれでもボタンの配置がさむずくね、これ B ダッシュと A ってファミコンならではやろ。おっしゃいでたお前もう10万円からな、これで失敗したら。いやいや、もう3期あるから20万円で、これで失敗したらお前3期あるから。はい、何秒？24.1 ちょっと待って、ほんまに言ってる？絶対ちゃってあんな手間取ってさ世界一が21秒なわけないやん。22秒にしましょうか。なんやねん、22秒ってほぼ世界記録やここは大きい壁に気がします。ここ超でジャンプできるの？おー、すげえ。できるの？できるの？ここ嫌やねん、ここフリーズすんねん。なんなん、なんでなんここ。こんなの確かにその持ち方ないかな。ルール変更が入りました。22秒切ったら10万です。 OK、 22秒切るとなかなかやと思うね。世界記録ほぼ、うん、30万2000円 OK。あ、これなんだなこいつ22秒無理そうやなこいつには22無理やろ。いや俺の伸びこっからどうすんねん伸びしろ。ここ俺よりスムーズ何秒？ 24.71 そう、お前ら何で測ってるのさっきからなあ、そういうマリオのオフィシャルのなんかがあるタイム測るやつとりあえず23秒台いこうか、うん、これやな、そこいけたらいけるなそこなんかありそうやな、こっちそこ下手な何秒何秒？ 21.8 ちょっと世界記録ない21.8 え、世界記録ない今のが俺世界記録なほんまか？なお前らどこで調べてん世界一が 21.5 ってな、ほんまにどこでスムーズにいけたらいけるぞこれ。いくぞ、測れよ。そほんまかそこ行ってあげる。ほらやなもう無理か。え、押すのにね。これどうやって動いてるの？それに。うわ、さっきのリリーのあの閉じ方どうすんねん。何秒？ 22.56 ちょっと待って、もうアベレージが22秒台になってきてんねん測れよリリー、行くぞ。 OK 集中。今、世界記録は俺やからなあー、早い。これでな、パッと来たんやけどな、失敗する。え、十字キーはいけて、十字キーでやって。うん、ここ早いのなんなんここだけだな、こっつかんないけどな。23秒40です。え、これいけるぞ。ほんまか、お前ら。お、いける。どこで調べたんやろ最後のリリー飛びできたら、うん、ここ行かないよな腹立つわ、そこ何秒？腹立つわ。 20.14 世界記録自分で自分の記録見ました。下手しい19秒台いくよ。世界記録もう19秒いくで。ああ、あ、これどっち飛ぶの？ここ
強めか。で、ここの最後のコツを、あ、違う、でもさっきどうやった二段ジャンプ。これ俺思ってんけど、俺が前半やって後半土管出てきた時リリーにパス、お互い得意なとこやったら15秒ぐらいいくんちゃう。これ15秒、俺ここ得意やから、うん、それどうやるの。うまっ。なんだよ。20.39。もう世界記録当たり前だよ。世界記録当たり前でやってる。でもすごいな。ちょっと待って、お前ほんまに21点。一回調べますもん。調べといて。一応出ます。書いてましたよね。おい、それそれ。こいつ世界進行くかも。こいつ世界進行くかも。えい。あ、やば。オッケー、これいったろ、世界新。18.68。よっしゃ、やば。世界新更新。よし。18.63。68。やば。今のノーミスだもん。ただ今、うん、ほんまに公式の記録を調べ直してる。はいはい。タイムが370で世界新で、ね。スタートが390から3だと思って。399でなんて。ユニさん終わりが400から。なるほど。頭400からスタート。頭400。いや、その3、369っすよ。なんでこんな審議になってる。もう世界審でええやん。世界審です。よっしゃ、世界審。世界審出ました。おめでとう。ありがとう。まさか俺らの YouTube で世界のスーパーマリオの世界審が出るとは。ギネスが。ソースは分からんけど、はい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 、とにかく世界審のタイムがあって、はい、それを大きく上回りました。ありがとうございます。人生で初めて世界審出した。このわけのわからんマンションの一室から、はいはい、よかった。世界新が出ました。正直視聴者さん、はい、こいつの記録、はい、超えれるやつ出てこいよ。ほんまに教えてみろよ。マジで無理やと思う。あれは完璧やったもんな。無駄なかったもん。いや、世界新出たので、はい、10万円はもういらんね。いや、30ですよ。だから30、嘘だよ30って。いや、途中からほらあれやったよ。一応30は振り込みで。じゃあ、振り込みで、うん、の目覚めについて話そう。はい、第2弾やね。なんで食べるんですか。これやっぱいいらしいよ。あ、食べる方がやっぱり食べる動画って回るらしいねんけど、聞いてた話と違うのが、前回がマクド食べながら性の目覚めについて喋ったら恐ろしく伸びへんかった。あ、そう。失敗。ちょっとね、話のテーマが良くなかったかな。あ、なるほどね、食べるのはいいけどってことか。食べるのはいいけどやね。はいはい。で、今回モスバーガー買ってきました。俺、新飛び切りチーズバーガー、ちょっといいやつ。期間限定のやつよ。そう、高いんだよ。いただきます。うめっ、めっちゃうまいな、これ。初めて思った。俺、ダブルモス、ベタなやつ。うわ、あ、トマト入ってるわ。あ、嫌いなんか。トマト、苦手なんですけど。まあ、肉と一緒なんですね。うまっ。これめっちゃうまい。ちょっと照り焼きみたいな感じ。うまっ。うまいな。うん、モスといえばこのオニオンリング。うん、うん、うん、モスバーガーって感じ。モスバーガーってオニオンリングがな、ちょっとメインなとこもあるやん、うん、ないか。これはマクドとどうちゃう。ナゲットはマスタード。うん、おうん、なんか塩味もついてない。また全然ちゃうな。肉肉しい。で、今回は、うん、笑いの目覚めについて。目覚めってのは無理じゃない。まあ目覚めきっかけ、なんでもいいねんけど、うん、でも、大阪の人がな、言うやん。もうやっぱ生まれた時から近くにあったから、うん、いつというよりは。そうね、まあ、文化としてあったから。俺はもう子供の時からようナンバーグランド花月行ってたから、うん、当時小2ぐらいの時とかナンバーグランド花月行って、うん、やっぱじっとしてられへんやん、うん、子供って。後ろの方の席やったけど、うん、新喜劇中に通路走って舞台まで行って、うん、舞台のこのヘリのとこバン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 ってやってたわ。
そういうことね。やばい楽器やった。やばいな。で当時そんなんばっかやってほんま、うん、子供たちはもう自由にマイクで、子供たち自由、通路座ってる人もおったし、うーん、で前の方行ってバンバンバンってこう末なる由美さん、うん、おいブスーブスーってやってる、やばマジやばい楽器やった。やばいなそれ。ほんで覚えてないけど末なりさんが何かいじって、うん、変な顔してめっちゃ会場がウケて、うん、めっちゃ照れてよ、あポッてなって、そういうやつでスポットライトったら浴びたら照れるよ、うん、ほんでおとんがもう後ろからブワー走ってきてきて、その舞台の近く俺おる、げんこつグーンやって、その時俺ほんまに脳なくなるんかいうぐらいどつかれたんや、ほんまに。でもグーンってそれを踏まえた時は芸人になろうと思ってなかったもん。うん、ああそこまでちゃう、なんかほんま文化として吉本があったの。小学校の時は、小学校でも俺は新喜劇は見とったけど、うん、あのベタに土曜日早く帰ってラーメン食べながら。でもそれこそ目覚めで言うと、俺中学校の頃めっちゃテレビっ子だったけど、うん、で自分でさ最高の番組のこのテープとか作らなかった？6時間だったら6時間で自分が好きな番組ばっかりで。やってないわ俺それ。結構作っとったけど、うん、その時に今考えたら全部ダウンタウン飛んでるうっちゃなっちゃった、うんうん、その時に俺やっぱ、まあ、お笑いと思ってるけど、うん、こういうバラエティが好きだなって思ったの。その時に俺初めて気づいたね、自分で好きなんやって。あ、バラエティが、うん、まあ健介師匠の番組とかあったけど、行列とかで、あー、うん、だから逆に関西はバラエティ多すぎたから、関西ローカルで、はい、なかったもんそれが。トンネルズさんとかうっちゃんなんちゃんさんの番組とかの方が見てなかったな。うん、それ大阪の人みんな言うな、まあ、関西の人。そうやな。でダウンタウンさんはもうずっと見てるみたいな。なんかあの人らのセンスとか小学校やったらわからんやん。トカゲのおっさんの哀愁とか、うん、雰囲気で笑ってたけどあんまり子供の時わからんくてな、シュールな感じ。確かになんか分かった人だよ、うん、今考えたら。ゴッツのマジで分かったコント笑ってたら分かってるやつみたいな。で松本さんと同じタイミングで笑ったりしてそうそう、うん、なんかのゲームコーナーでゴッツで、うん、小学校の時に、うん、でっかい鉄球がもう当時のバラエティや、鉄球に模したとにかく巨大なもんが転がってきて、うん、なんか罰ゲームで浜田さんに直撃すんの、うん、お立ち台に乗ってる浜田さんにドーンって当たって浜田さんがすんごい飛び方するっていう、うん、でその時浜田さんがこうリアクションで起き上がっていったって立ち上がるやん、うん、で「はっはーん殺す気やな」って言って、うんうん、それが子供の時おもろすぎて殺す気や殺す気やってこんなでっけえ、そっから俺目覚めたかもしれん。え浜田さんの一言で「はっはーん殺す気やな」がおもろすぎて、目覚めたというかもう おもろすぎて。でも確かにそれきっかけの一つかもな。さすが浜田さんやな。で中学校やね。で俺よく言うのは、うん、芸人になるって決めた瞬間はいやもうほんまに無理やり出された短大の時の文化祭の MC で、うん、もう人前に立つことなんてあんまないやん、うん、その時に気持ちよくてでめちゃめちゃ受けて、でその時に打ち上げの時にあ、うん、芸人になろうと思った、うん、ほんまに今でも思うでも。何したん MC で。 MC でそれこそあの前もこの YouTube チャンネルで言ったけど、うん、全身タイツして、うん、みんなで踊ったりとか。なんでウケためっちゃウケた。岡山では。いや、大分で。あ、大分で。あ、短大な。うん、もう中学校の時から漫才とかコントしまくってた。あ、踊る踊る踊る大捜査線っていうタイトルのコントやったりな。あ、コント。ええ、当時はな俺が青島となって。ワンボケ教えてよ。どんなやったやろ。まあ、ほんまベタな、なんか手あげろって言われて犯人に、うん、手あげて撃たれるっていう、うん、で全然生きてるみたいな。あいや、ちゃんとコントする。6人7人ぐらいでコントしたんかな、うん、俺は大阪、俺の世代大阪って吉本超合金っていうね、うん、藤原さんにチョケンさんの、うん、テレビ大阪でやってた深夜番組があって、もうそれがもうトレンド。オンエア終わった次の日はみんな原西さんのギャグモノマネしてた。うん、あん時のノリって今思えば超合金ってさ、むちゃくちゃやほんまに。道で歩いてる黒人にメンチ切って喧嘩売れとかね、うん、で原西さんの実家行ったら原西さんなんかの企画で原西さんの実家夜突撃みたいな、うん、でも原西さんはもう帰ってくれみたいな、もう来んな団地や、うん、
団地の5階か6階からお母さんが作った出来たてのから揚げずっと投げんねや、から揚げ。ほんまに過激 YouTube の走りみたいな、むちゃくちゃやったな、ほんま。確かにな、暴力、エロ、全部あったな。確かにな、やっぱ結局俺らって今考えたら無茶するので笑ってたよ、一番。そうやな、無茶で笑ってたから。確かに。だから今でも藤原さん見たら、藤井もんや、原にっちゃんやってなる。あ、スターや、あの時の超スター。吉本超合金がなかったら絶対この世界やってないやろな、ああなりたかったな。でもなんか伝えたやろ、その好きという気持ちは。うん、でもなんかフジモンさんに好きっていう気持ちは伝えたよ。でも俺、フジモンさんとこの喋ってたら、うん、なんか森山、俺憧れ通ったやろって言って、うん、あ、そうですよって言ったら、うん、でもあいつあんま言わへんって思ったよ。俺もっと言うて、お前から言うとけよって。だからその言ったら、うん、お前それ方々で言え、いろんな番組で言え、藤原さん見てこの世界入りましたね、言われたらなんか言いたくないやん。だから異常事態やねんけど、言われた側の藤本さんがいろんな番組で自分で言ってて、ね、森山もね、水戸俺に憧れてみたいな。なんかで仕事一緒になった時覚えてない？パチンコ番組かな、もう12、3年前、うん、なんかの階段移動するとき、うん、本番移動するとき、俺の前を藤本さんが階段上がってたのよ、うん、ずっとスカートのようにこうお尻に手を当てて、うん、あのボケしてくれてんのもずっと嬉しかった。だって俺しか見てへんねん。俺しか見てへんのに俺のためだけにずっとボケてんねん。ほんでお見送り行ってさ、うん、藤本さんが先帰るって、うん、俺はもうずっと憧れてる人やから、タクシーお見送りするやん、うん、お疲れ様でした言うたら、こう後部座席でずっとこうやって俺を睨んでる、何もないのに、なんで睨んでるんですかみたいな。でこのまま発車していくの。お疲れ様でしたって何も言わんと、ずっと俺に目をそらさず、でパーって行った車見てたら、多分運転手さんに何か言ったのか、次バックで戻ってきて、バックで戻ってきてまだ睨んでて、もうずっとボケてる人、陽気な人。だから俺藤本さんみたいになりたくて入ったよ、ほんまに。だから超合金かな、ほんまの目覚めは。でもみんな言うな、本当に大阪の人。でもそれで言ったらさ、うん、俺その時はお笑いと思ってないけど、俺中学校の時の中3の時の文化祭で、うん、劇の脚本書いてたの。おでそれでワンボケだと思ったけど、うん、未来からタイムマシンが来るっていうので、うん、その未来人がめっちゃ歌舞伎の格好しとるっていうだけのボケだけど、古い昔から未来人のはずやのに、それ1個でまあその展開していったんやけど、うん、よく考えたらお笑いとか考えてないけど、もうボケ入れてるわけ。だから好きやったんだよな、その時。ああ、その時の脚本で。そう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 、何もお笑いしようとか思ってないんだけど、それで、それがめっちゃ受けた。岡山弱未来人が歌舞伎の格好しとるんで、もう爆笑。だからツッコミの文化とかないって言うやん。言うな。それはほんまなん？まあ、どうなのな、なんでやれんとかないけど、うん、一応おったけどな、俺らツッコミっぽいの、うんうんうん。これ関西あるあるなんかな。あ、3人関西。岩田さんどこ？僕じゃ。どこでしたっけ？愛知県です。愛知やって。何が悪い？関西、天ヶ崎と東大阪。これ大阪あるあるなんかな。中学校ぐらいでツッコミうまいやつ、うん、人気ない。どう？人気者というか、俺の地元やったらケンジってやつやねんけど。ああ、知ってるか。まあ当時の中学生レベルでツッコミうまかった。でももうみんなケンジにボケたいみたいな。え、ないこれ。男人気ありますね。男人気がもう、いじられキャラやし、うん、うん、ちゃんと反応してくれるっていう。そうそうそう、いますね。優しいやん、ツッコミのやつって、うん、なぜなら、滑った空気にさせないやん、うん、その場を、まあ、成立させる。そうそう、うん、これあるあるじゃないかな。ケンジってやつ、うん、うまかってんな。キッチンカー、キッチンカーの、うん、ケンジってやつ今東京でキッチンカーやってるんで、ぜひ、はい、東京でね、キッチンカーやってて、聞いたこともない地域でたこ焼き屋も2店舗あんねん。じゃあもう行けねえもん。どこかどこか分からん。またね、行きたいけど、行ってほしいな、ほんまに。出てもらおう。たまたま去年の話変わりますけど、去年のラビットロックあったでしょ、代々木体育館で、うん、ケンジが代々木公園でキッチンカーでたこ焼きとなんかやっとったよ。うん、あれだった。あ、それやったら差し入れ持ってきて、あ、タレントさんも多いしって、じゃあ大量に作るわ言うて、マジで覚えてない、大量に作ってくれる、うん、でケンジめっちゃ汚い格好、ポロポロン T シャツにシミだらけのズボンに、クロックスみたいな、うん、俺事前に言ってたはずやね、うん、ケンジというホニャララというやつが来るんでぐらいで、
それ汚すぎてケンジの格好。ケンジ40分警備員さんと話し合ってた。俺らリハ中やったからええやつなのにな。ずっと両手にたこ焼き持って、かわいそう、いや言われたんですって本当に。で結果入れたけどね。矢田さんとか食べてくれたんちゃう、ケンジのたこ焼き。嬉しいよな、ケンジ君も。で俺19、20歳専門学校の時に、うん、大阪法律専門学校って言ってました、うん、みんな警察官消防士なるためのコース、はい、行っとって、俺はもう吉本行くって決めてたから、うん、に専門学校2年生やけど、2年の時にいち早く俺進路決まって、すぐ NSC の願書出してる、だからあとはもう卒業のためだけに通う感じやってんけど、最後の1ヶ月とかホームルームでピンネタやらせてもらってたな。すごいなそれ。5分だけ借りて、もう吉本決まってるから、そのバイタリティとか、ほんでグロいぐらい滑り続けてた。グロいぐらい、ほんまこれこの退学なるんちゃうか。俺の今までこう人生見てて感想なんやけど、うん、なんでプロになったの分からん。すごいよな、うん、そこってやめるタイミングやもん普通の人間って、だってツッコミやるなんてはだはだ思わんと来たもん、ね、NSC 絶対ボケやるわ俺って。ほんまな、べしゃり暮らしのあがずまみたいな、負けたくないあんなんばっかやったわ。なんかほんまにベタな大阪の調子乗りやったな。いやでも それでなここまでプロになるすごい。でも堺に森田とかおるやん、うんうん、だけど森田と森谷日和さんが同じ世代なんかな、うん、俺より4つか5つ年上で、うん、お互いが地元で高校の時ぐらいに聞いてたらしい、うん、どこどこ中に森田っていうおもろいやつが、もう漫画やな、うん、ほんで、森田は森田でどこどこ中に森谷っていうおもろいやつがおる、ほんでなんかの駅のロータリーでグループとグループが一緒になってたまるみたいな続きあったらしい、あ、プロになる前に、プロなる前にその高校の時かなんかに、うん、でお互い息臭いかどうか確認しただけやったんですよ。おもろい、おもろい、そんなやつはおもろい。なんかどっちが息臭いかやってるとかいや、なんかそういうノリになったんかな、分からんけど。え、決め手は何やった？決め手はもう文化祭かな。あ、文化祭、トンネルズに憧れてやな、だから。まあでも正直でも憧れとかあんまなかったかもしれない。だから地方人のな得なのがさ、うん、この若手芸人とかまあ見てないやん、うん、だからさ自分がどうなるってかっちりしたビジョンないから、結構こう悩まんで済むというか、若い時はこうせなあかんとか知らんから。そうそうそう、なんか俺関西の人の方がめっちゃ悩んでる気がする。若い時俺の 思い浮かんだビジョンと違うっていう、うん、確かに、うん、だから俺らは別に正直最初何年目で売れようとかもそんななかったし、まあ、早く売れたかったけど、もう俺なんて高校の時からベース吉本ずっと通ったりしてた。あ、もうそういうの分からん。ベース吉本に3年目で入ったやん、うん、時はもうほんま感極まったの、ね、俺がベースメンバーになるのって。それこそ見に行った MC とかキリンさんやったりしたな、うん、トロサーモンさんもコントやってたなとか。それだったら俺も1回だけ見に行ったよ、あの NSC 入るって言って、うん、20歳ぐらいかな、その時千鳥さんが MC で、うん、でスマイルさんが入りたて、うん、なんか何回目のライブですみたいな人で、ヨシさん見た時にこんな世界俺やっていけんわと思って。吉高さんは、うん、吉さん見てこんなキャラおるんやと思って。あ、おもろすぎて、おもろすぎて、うん、なんかドリルとか撮ったら、うん、すげーやってたな、うん、すげえ衝撃だった。どうですか視聴者さん、皆さんのお笑い芸人になった目覚めは何ですか？おらんのかよかったら教えてください。まあ、もし見たらか、皆さんの仕事の目覚め教えてください、うん、なぜその仕事したのか、はい、ごちそうさまでした。見取り図です。お願いします。いきなりなんですけどね、はい、僕ものすごいね、見ての通りガタイがでかいんですよ。チェホンマンの4倍顔でかくてですね、もうこれはもう骨格がでかいので、うん、もし次生まれ変わるならこう華奢なちょっと男性に生まれてみたかったなと思ったりしますね。あ、そう、ないものねだりというかね。いやでも絶対今のままでって。あ、そうですか。だって今のままで十分、うん、アジアンビューティーやと思うんですよ。どこがやねん。アジアンビューティー、はい、アジアンなだけやねんけど俺。あ、そう。いや全然ちゃうから。絶対ごつい方がやって。あ、そう。例えばね、うん、引き逃げにあったとするよな。ごつい方があんまり吹っ飛ばんわけよ。あ、飛ばないわけね。そうそうそう。でナイフで刺されましたと
ナイフで。肉があった方が中央部には届きにくいわけ。致命傷なりにくい。そうそう。例えば、青酸カリを盛られたとしても。なんで命狙われてんの？何が？普通に生きてて青酸カリ出くわさんから俺。いや、例えばな。いや、例えばやないやろ、お前。でも見た目にこだわるけど、やっぱ大事なのは中身よ。まあまあね、それは言いますけどね、外見より中身。で、いいとこいっぱいしとるから、俺が皆さんにプレゼンするわ。あ、プレゼンして、皆さんよく思わせてくれる。はいはい、嬉しいね。森山くんなんですけども、僕。一人妹がいまして、なんと20代の若さで、学費を払ってあげてたんですよ。俺一人っ子やお前おい適当な嘘つくなお前合わせて好感度上げとけ調べられたらバレるやろお前20代の時俺ずっと麻雀してたわ俺知らんけども知らんけどもやないやろせっかく褒めてあったのにこのクソがおらクソかよなんやお前タイトプレゼンするんじゃんかお前したやろだから黙って聞いとったらお前実写版食パンマンみたいな顔しやがったなおい実写版は食パンそのものや一斤やものすごでかい一斤やお前おいこら何やねんおい盗撮専門学校の校長みたいな顔何それ盗撮専門学校当選や法人なんかそれ当選は法人や筋長みたいに言うなお前、ね、何やないやろお前黙って聞いとったら奥様方に人気なピアニストみたいな顔しやがったあシンフォニーホール行ってこい嬉しいわ俺会場間違ってる早引きしてきたらええわお前おいこら何やねんおい美少年好きの戦国武将みたいな誰がやねんおい誰がお前夜な夜な天守閣に少年たち連れてんねんお前な家元もそんな顔しとったわ徳川の家元言わんでええねんお前、ね、黙って聞いとったらお前素行の悪い歌舞伎役者みたいな顔しやがってお前おるけどうろうろすんな六本木うろうろすんなお前なおいこらなんやねんおい南国のお土産みたいな顔しやがって誰がやねんお前誰が木彫りのあの置物やの飾られとけ飾られとけやないやろお前、ね、プレゼンするんちゃうんかよああ手出したのいや肩押しただけえ何何何何何してんねん俺肩押してるだけだ俺は変なことすんなよって何言って知らん爪剥ごうとしてないえしたよ聞くねんけどなんでちょっとした言い合いで爪剥いでくるやつ俺は剥ぐよ怖すぎるやろそんないやプレゼンするんやろお前あプレゼンね言うたんお前やからあの森山くんなんですけども僕すごい頭が良くてですねそういうのいいねなんとうん司法書士の資格持ってるんですよ関係発給のみやお前は7級落ちての発給やん珍しいな難易度と一緒やねんからお前なせっかく褒めたのに態度悪いなお前な黙って聞いとったらお前自分の意思で帰国する愛乗りメンバーみたいな顔しやがったよ恋愛してこんかよお前見てないから分からんリタイアするなおいおいこら新メンバーも来るやろお前なロコモコ丼作りの名人みたいな誰がやねんおいうまいですよ誰がハワイ在住の日本人やお前ここあのワイキキ埋めたろかお前な、ね、なんやなんやろ黙って聞いとったらオタフク風になった市原隼人みたいな顔しやがったな嬉しいわ抗生物質飲んでこい大丈夫健康下手に置いてやるから抗生物質なおいこらなんやねんおい煽り運転の申し子みたいな顔縛りたろかお前うまいですよ誰がやうまいですよお前の行くとこ SUV 止めたろかお前な、ね、なんやなプレゼンする言うたんやろお前そうやそうやないやろ変なことああ出ましたの何何何いや肩押してるだけやからいらんことすんなんて変なことするバックドロップできるとでもできるかお前なんでプロレスやからあれできんねんガチの喧嘩でできるわけないやろそんなもんプレゼンするわプレゼンやプレゼンそんなもんあのこう見えても可愛いとこがありましてギャップでそういうのはいいですよ、ね、下の名前が慎太郎っていうんですけど僕慎太郎っていうんですけどなんと中2まで一人称が慎くんだったんです、うん、それはほんまやないかお前はほんまのこと言うな、今でも実家帰ったらなります、あと徳川の家も子って誰誰何その可愛い部長おらんかったかモコあでもこれでさ仲良くなるだろいやどこがやねん萌えはどうしたパチンコ屋の開店を待つ南大阪のカップルおいおい絶対今日北斗6入るから俺自信あんねんお前絶対ね相取ったらタバコ掘り投げろよお前な絶対まあ2人でまんまやなな開いた開いた開いたおいあや開いてるお前急がな取られるあややるけど続きまして一応とこ USJ のアトラクションを待つ南大阪のカップルなんでお前俺平日でよかったんじゃお前これなんで見てみこれ120分待ちってお前めんどくさいな平日でええねお前何やハリーポッターとお前が来た言うたんやろおい全然喋るつむつむするなお前聞いてんのかなあよいけおばはんこらお前おいおばおいあや進んでるかなお前あやてすっかえとんねん後ろお前はよ
一緒やもう一回ちょうだい。続きまして、喧嘩して仲直りの仕方が独特な南大阪のカスカス。すまんかったってな、俺が悪かったから。チョメダル渡すから全部お前にな。チョメダル許してえや。ちょだまえない、すまんて。だんじりの模型もこうたるから俺な。行くでも行くでもな、こんなおってもしゃあないねんから。あやあやあれあや来ないよ。ハハ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 。泊まりってなったらホテル代もかかるからな。でさ、また別の読者モデルの子からコンパしようって誘われたんやけどな、それに金がなかったからちょうど。え、お金貸さへんけど。貸すって言ったで。え、貸さんって言ってたで。だって大変に借りんねん、お前非常識な。でもこの読者モデルの子っていうのはさ、森山くんのこと知っとって。あ、俺のこと知ってくれてんの。よかったら森山くんもコンパどうかなって。お金いつ渡したらええかな。貸してくれる。貸すって言ってたで。兄弟みたいなもんや、こんだけ一緒におったらお前。で、この読者モデルの子っていうのはさ、うん、森山くんの見た目が、俺の見た目がドストライブらしい。7万円貸そうか。いける？いけるよ。返してくれたの5万でいいから。あ、そう、うん、じゃあ2万俺が持ってこと。ああ、そうなるんかな。2万あったらさ、まあ、このお前のお金やからね。プラスチック結構買えば好きなよ、プラスチック。プラスチック欲しい。でさ、この読者モデルっていうのはさ、身長170センチで、170センチ、スレンダーな感じ結構。F カップらしい。15万円かそうか。いける？いけるけど。あ、そう。あの、親の年金の振り込み先はお前の口座になる。ああ、なるほど。返してくれるのはもちろん5万でいいから。あ、じゃあ10万俺のもんとか。ああ、そうなのかな。10万あったらさ、結構プラスやね、それ。火薬結構買えるわ。好きな火薬？火薬なんか買えたいの。さあ、この読者モデルの子っていうのはさ、うん、読者モデル兼兼レースクーンだし、50万円貸しましょう。大台取ったね。50万いける？いけるやろ、ね、ちょっと頑張る。はいはい、うん、もう1ヶ月だけ風俗で働いてくる。あ、従業員として。いや、あの、女の子として。え、女の子としていける？あ、いや、あの、挟むから多分大丈夫。1ヶ月は持つと思う。あ、もちろん返してくれるのは5万でいいから。え、45万俺のもんってこと？結構プラスやね、それやったら。45万あったらさ、好きなように使ってよ、それは。ガスボンベ結構買える。いや、何しようとしてんの。ガスボン、レシピがすごい爆弾やねんけど。プラスチックとか火薬とかお前。この読者モデルのことはさ、国民的美少女コンテストで、美少女コンテスト言うたら上戸彩ちゃんのやつやんか、お前。最終選考まで残ってます。800万円貸しましょう。1億5000万貸しましょう。やめて、言うてんの、お前。やめて、やめて。何してんの、お前。あかんで、そんなん、お前。相方相手にそれされたら、もう構想しかしゃべれへん。やめてください、お前。これ、情けない頭上げてよ、お前ね。そんなんやっとってもしょうがないやから。ちょっと、あ、そこで、お前。見てくるのは分からんから、お前。1億5000万。1億5000万、ローマ法王かなんか誘拐してくるから、お前。あ、そう。大丈夫や、そんな。最後、ちょっとお願いがあるな。そのコンパもいかんし。いや、来てくれな、お前。電話も出んけど。漢字やねんから、お前。探さんでくれよ。どうつもりやないか、お前は。どうもやったー。見取り図です。
願いします。あのね、あの、はいはい、僕ちょっと優柔不断なとこがありまして。優柔不断なところ。はい、この人生の二択とかをね、一人で決めれん時があるよな。そりゃ人は誰しも悩むことあるよ、そんな。参考にしたいから、あの森山くんやったらどっちを選ぶかっての教えて。聞かれたのを選んだらええわけ？そうそう。全然いいよ、それ。じゃあまずは、顔はあんまタイプじゃないけど、はいはい、性格のいい女性か。昔こんなんようやったね。カレー味のうんこどっちがいい？比べれるか、何と比べてんねん、お前。そりゃ決まってますよ、そんなん。そんなにうんこ好きやったっけ？なんでそっちや思うねん。そっちちゃうよお前、女性選ぶからやめてお前。だったら顔はあんまタイプじゃないけど、顔はあんまりタイプじゃないけど、性格のいい女性か。さっきと一緒やねこれ。顔はむちゃくちゃタイプやけど、顔はめちゃめちゃタイプやねんな。今度は性格の悪い板前だったらどっちがいい？板前やないとあかんかった？うん、板前さんじゃないとあかんかった？はい、いやそりゃ決まってるやろ、女性と板前やったらお前。そんなに板前好きやった？なんでそっちや思うねん。女の人選ぶよそんなお前。板前の説明最後まで聞いて。何珍しいけど、こう女性の板前さんとかそういうこと。俺が言う板前っていうのは、はいはい、がっちりしとって、うん、がたいはええことはええねんな。角刈りでおっさんの板前のこと。それを言うとんねんお前。それを人は板前と呼ぶねんお前。あ、そう。それ板前の初期設定みたいな人やからお前。やめなさいあなたね。質問かよ。悩むやつやんなこれ。崖にね、今にも落ちそうな二人がぶら下がってる。あ、はい、ようやるやつやんか。どっちか片方しか助けられへんってやつ。A、A、森山くんのお母さん。まあベタやけど母親出てくるねこれ。B、B、森山くんの彼女。これは究極の選択よ。はいはい、親か恋人かどっちにするかってやつやんかお前。C。まだ項目あったのこれ。板前。板前やないかお前。いらんね板前。おかんと彼女で悩んでるからこれ。D から Z。そんなにいらない。D から Z とかいらないから。D から Z。めちゃめちゃおるよ D から Z ってお前。板前。板前やないかお前。どんな状況や。え ?20 人弱の板前が崖から助けてくれと。伝説の食材かなんか取りに来た人たち。どの板前する？なんで板前しかあかんねんお前。F 行ってみる。F の板前く F? F の板前特別なの？ F の板前っていうのは、まあ、がっちりしとって、がたいはええことはええねんなお前。角刈りでおっさんの板前。それを言うとんねんとお前。それを板前って呼んでんねんお前。X0Y0 の板前やからそれお前な。わかったかった。もうええって。最後最後終わりやこんなもん。じゃあ結婚できるとしたら誰？え、タレントさんで、はい、A、 A、 道端ジェシカ。道端ジェシカさん、はい、珍しいねこういうのに出てくるかな。だいたい今やったら北川景子さんとかでね。 B、 綺麗な方やけどね。道端アンジェリカ姉妹で、はいはい、あ確かにどうなんかね、うん、A か B かってことやろ。 C、 まだ項目あったの？道場六三郎。板前やないか。萌えはどうもありがとうございました。三谷です。お願いします。すんませんね。何がですか。こんな豚まんみたいな。誰が豚まんやねん。豚はええわ、はい、勝手に包むなお前。豚はええねん。包まれんのが嫌やからお前やめてくださいね。そんなことよりね、はい、僕ええ年ですから、うん、そろそろ結婚を前提とした彼女が欲しいなと思いましてね。あ、ダーってそんなこと考えてる。思いますよ。やっぱ芸人を支えてくれる嫁が欲しいなと思いましてね。ダーリンってそんなこと考えてる。俺のことダーリンって呼ぶなよ。どこがやお前。1回目ダーって呼んでたやろ。呼ぶのお前、ダーリンって呼ぶのお前、ラムちゃんか菅由里子さんだけやからやめてください。あ、そうですか。だから彼女が欲しいなと思いましてね。あ、だったらさ、何人か女の子の知り合いがおるから。あ、そう。紹介しようか。あ、紹介してくれる。うん、あやちゃんとかどうかな。あやちゃんっていう子、ま、この子の身長が160センチぐらい。まあまあ普通ぐらいですよね、160言うたら。で、23.5センチ、それは何、靴のサイズとかそういうこと？顎の長さ。顎の長さ。シャック？めちゃめちゃしゃくれてないその女の子で、うん、坊主らしいわ。どないなってんねんお前。え、めちゃめちゃしゃくれた坊主の女の子、それマガタマちゃんお前な。すごい大きいマガタマと見間違えてない？いや女の子やから。ジャンボマガタマやろそれお前な。ほんまかお前。だったらさ、うん、今すぐにでも子供欲しいって言ってる子。あ、そういう子の方が、うん、やっぱ将来を見据えたお付き合いをしたいですからね。いやでも少なくとも、うん、こんぐらい欲しいらしい。全然男として3人ぐらい頑張る。300、はい、死者も死者もだろお前それ。いや女の子だ。女の子かほんまに。死者もちゃうかその話お前な。300人も育てたらな、うん、マルコ牧師みたいな、かっこいいけどな。いやいや、そうやけど、マルコ牧師は、こう、町の人の協力があるから、ああいう活動できんねん。そんな、ただの芸人には無理やから、そんな。だったらさ、うん、まずタイプ言ってくれんと。タイプ、うん、僕のタイプはね、小柄な女の子が好きなんですよ。そういう子も一人知っとるわ。可愛らしい。じゃ、この子紹介しようか。うん、紹介してください、それ。この子っていうのが、小さい子って可愛いですもんね。来月生まれる子なんや。ええわけないやろ。来月生まれる、はい、
タイジ今、うん、どうやって連絡取るん。いやデート行かないんちゃう。デートも何も俺ぬるま湯かけてあげるぐらいしかできへんねん。デートって言う、お湯かけることデートって言います、それ本当に。いやおしゃれしよ、おしゃれ、おしゃれでモテるってこと、うん、ちょっと発想が若いね、あなた。でも絶対あれ似合うもん。似合う、似合う、モテ服、タンクトップ、タンクトップ、うん、えだけ。そうそうそう。いやいや俺デブやからあんま肌露出したくないねんけど、お前。いやでもロックスターってさ、丈短めできたりする。それカリスマやからええねん。俺とかお腹出てまうから、こんなんね。もっと上、もっと上。いやもっと上ってお腹ポッコリ出てまうから。もっと上って、もっと上。いやもっと上って、え、こんぐらい、まあ、そんぐらいのタンクトップ、うん、スポブラやんこれお前な。スポブラちゃうんこれお前、スポーツブラ、おい。え、真っ白スポブラやんお前。おっさんがスポブラ着て何合わせたらモテんねんお前な。スポブラ着て、え、パンティー、パンティー、生地は、え、麺、女子中学生やんお前。女子中学生歩いてると思われて俺変なおじさんに連れてかれてまうやんか。連れてかれるかお前。俺や変なおじさん、警察連れてかれるわ、スポブラ着て街中歩いとったら。あとマルコ牧師って誰誰ですか、マルコ牧師って。あの俺そうやから適当に言ったけど。適当に言うな、俺も適当に街の人の協力があるからとか。おらんもん作り上げるなお前。でもオンドレが勝手に言ったから。お前が変なこと言うからやろ。俺はオンドレが言う。俺のことオンドレって言うなお前。ダーリンちゃうかったんかよおい。下がりすぎやそんなもん。いや僕が聞いたのね、うん、モテる男ってのはやっぱり心に余裕がある人がモテるらしいですよ。その点俺は余裕あるよ。自分で言ってしまう、はい、あります余裕がある、うん、じゃあ例えばやけど彼女とデート待ち合わせ、はい、彼女が1時間遅刻してきても怒らずいけますかあなた。まあ何も言わんかな。1時間でも余裕あるから。あ何も言わない、うん、じゃあお前デートでなトイレから帰ってきたらありえへんけど、はい、彼女が今まさにその瞬間お前の財布からお金盗んでたらどうする。まあただの設定やねんけど、うん、まあ何も言わんかな。え何も言わない、うん、犯罪やで、うん。じゃあ極論やけど、はい、お前が久しぶりに実家帰ったら今まさにその瞬間彼女がお前の実家放火してたらどうする、うん、世紀の大犯罪。まあ、何も言わんかな。あたおかでした、あたおかでした、頭おかしいやないかお前。あたおかやったらさっき言うといてくれお前。放火されて許せるのはあたおかやろそんなもんお前な。いやてか社長ってわがままやろ。お前が変なこと言うからよお前。俺は社長、俺のこと社長って言うなお前。急に無料案内所来たんかなって思うからやめてください。あと須田ゆり子も誰やお前。ラムちゃんはわかるわ、須田由里子って誰。俺ちゃうよ。あ社長が言うてた。社長の仕事。あそらすまなんだ。いやていうかさ、こんな怒ったらモテる。いやお前のせいや。もうええわ、どうもありがとう。今回は、うん、芸人さんの単独ライブのタイトルって色出るよね。はいはい、はい、うん、それを見て、うん、当てると。でも正直全然見てないこれ。わかる。まあ雰囲気でわかるかな。コントシさんやったらなんか世界観のあるタイトルにするとかあるよな。長い文章とかのな、うん、イメージあるけど。まあ見取り図で言ったら去年のツアーはバックパッカー、うん、でそれまではなんちゃら見取り図でやってたよね。ホテル見取り図、ホテル見取り図、バックトゥーザー見取り図、見取り図大冒険とかな。僕らは見取り図ってつけてたからわかりやすいんですけど。俺らもうすぐわかる。他の人はどういった色があるの、はいはい、これ五問選手早押しね。はい、じゃあ、うん、第1問いきます。来い。はい、やってもうた。紅生姜。正解です。よし、これは分かりやすすぎるでしょこれ。みんなはな、うん、他は何があるんですか。おもろいなぁ。たこ揚げお疲れさん。今掘りだから季節に応じてね。だから秋、秋になってこれおもろいなぁ。みんなから始まるの。色出るなぁ。これはいいですな。一発で分かるもんな、うん、紅生姜っていうのは。みんなで単独タイトルってカッコつけすぎたらはずいよな。あポスターとかも。でもなんかカッコつけてない感出るのもはずいよ。むずくないラインが。だから去年バックパッカーのツアー中、うんうん、2カ所目ぐらいからだんだん恥ずかしなってくる。バックパッカーってバックパッカーの前のあれ何やったっけ。やばいで。 あったよな、何やったっけ。バックパッカーの前にもうほぼ決まってたタイトル覚えてない。覚えてない、何やったっけ。ネバーイナフ。いやそれがいいやもう逆に。ネバーイナフやばいな。かつてないみたいな意味で。かつてないとか、うん、あとジブラのね曲とかもいろいろ。あネバーイナフじゃなくてよかったの。いやいや、まあまあどっちも一緒だけれども。来い。おお、いいですか。うん、分からん。これ霜降り明星。正解です。はいはい、霜降りはねポケモンのね、ポケモンワードで来ますよね。全部ポケモンのやつか。ポケモン2人とも好きやから。まあこれはちょっと正直知らんと無理やな。分からん、俺には。はい、3問目ちょっとここから難しい。難易度上がる。はい、
ネイビーザフロ。違います。大政奉還とか言いそうやん。あるね、歴史系の、うん、じゃあ続いて。はい。え、マジで、え、このえダジャレとかの感じ、うん、風数や。正解です。よっしゃ。あ、ファイナルバイ、もうファイ、あ、かまってちゃんこ鍋とそっとしといてノール歌手、もう風数や。内視内視中ミーシ中めっちゃ風数やな。風数やって、めっちゃ風数やよな。今でもあいつらが言ってる動きとか絵に浮かぶもん。そうやな。あ、でもまあ確かこれよう考えたらいけるな。これおもろいな。風数やのネタやな。かまってちゃんこ鍋好きやな俺。ちゃんこ鍋、そっとしといて、かまってちゃんこ鍋とそっとしといてノール歌手。よいしょー。言いたくなるやつ。3年8組三八先生、行ってみようかな。3年8組三八先生、漫才師よな、三八って言ってるから、うん、インディアンス。違います。全く分からん。え、何これ。フラムダンク。フラムダンクってことはダジャレ系やな。ダジャレ系続いてる。誰。あ、銀シャリ。違います。ええー、いや、銀シャリさんは、うん、銀とシャリがどっかに入ってる。あ、シャリゲなくとか、銀ギラ銀にシャリゲなくとか。来い。ジョジョの奇妙なボケ、第7部三八マイクは砕けない。ジョジョ、待って、ジョジョ、スラムダンク、金八。見とったらオートラゼン。 よく見てください。ジョジョじゃないです。ジョジョのもう、え、何、分からん。ジョジョの奇妙な冒険。え、ユニバース。正解です。よっしゃー。はぁ、よかったな。今日から腹はそれ分かるわ。ハラムダンクはどういう意味なのかな。ハラムダンク、そういうことか。ハラ、ハラちゃんか。あ、ごめん、ハラちゃんを重きにしてタイトルつけたね。と、いや、でもあいつらのイベントって結構下ネタも多いですよね。金の玉とか。だからハラムダンクで分かったらめっちゃ気持ちよかったな。そうやな。腹で、うわー、悔しい。少女でピンときたね。あ、すごいタイトルやな、この時代に。少女って言っていいんやな。少女の奇妙な僕、言っていいんやな、タイトル。なんかもうめっちゃ漫才師って感じよな。あ、漫才師の単独って感じ。確かに漫才師のボケやしな。はい、来い。0001ラスク。これはでもこれ当てた気持ちいいぞ。コント刺繍せえへん。確かに。なんか世界観ない。ラスク、何をもじってるのこれ。ラスクって何なの。ブランドニューライブ。かっこええな。ギャロップ。正解。よし。そうか、毛利さん。毛利さんや。ブランニューだった、新作みたいな。漫才やろな、漫才やりましょう。気持ちいい。え、最初のラスクは何ですか。ラスクは初単独がラスクで、しばらく000ナンボってナンバーつけて、何でもない単語を、あら、シリーズにしてたっぽいな。ブランドニューライブはめっちゃ毛利さん、毛利さんというか DJ ケリーや。これは気持ちいいわ。漫才やろな、漫才やりましょう。これも毛利さんな。俺がツッコミをめっちゃ勉強してる毛利さんね。あ、師匠な。漫才のツッコミほんま所作綺麗すぎる、うん、天才漫才じゃん。なん、こうなると3つ目の見に来てくださいってなんの。いや、だからこれ林さんちゃう。初の NGK 単独。あ、なるほど。あ、あったわ、初 NGK 単独、見に来てください。結構最近ですね。5、6年前ちゃいますね。なんか見た気がするな。でもこれ N、 これほんまに N、 ネットフリックスのロゴ出たわけじゃない。ネットフリックスでもこれ、でもなんか見た気がするぞ。これはアルファベットで来るか。あ、さあ、 N38 ってことは漫才師か。漫才師、 N、 何の N、 何これ、井戸 N38、 NN ってでも単独タイトル結構やってるよな。それがコンビ名のアルファベットかもしれない。ノンスタイル。正解です。なるほどな。だからの N か。ノンコインライブあれちゃう、 1億かなんか取った後に無料のやつ、無料のやつ、それか。はあ、っていうか S1 で取ったんか。そうそうそう。え、ノンスタさんって億賞金取ってる。そう、1位よ。だって M1 も取ってるし。S1 で撮って、もうこんなん漫才師が、お笑い芸人がこんなん賞金でもらったあかんみたいなんで、ノンコインライブしたんですよね。そうそうそう、もう無料で、その賞金で全部やるみたいな。かっこいいよな。なんでもっと言われへんの。まあな、確かに。バウンティーハンターやん。
でそれに1億でライブしたことはもっと褒められてもいいよな。そうやね、無料でやったことすごい。それってすごいことや。うん、すごいすごい。いきます。ちょっと難しくなるかもしれないです、はい、マジで俺はモンスター。これちょっと本当に見たこともないな。モンスターエンジンさんがこんなのやるわけないし。モンスターエンジンさんじゃないよ、これやったら簡単やもん。こんなん言うわけない。言ってみようかな。あ、溶けるミッドナイト、わからんわこれ。まず漫才師、いやコント師の匂いもするな、うん、次タイユタウアンノーン、令和ロマン。違います。ビスブラ。違います。最後。はい、最後出します。あー、わかった。ロングコートダディ。正解です。そうや、これは追中は覚えてる、最近のやつ。タウユタウもやっとった気するな。でも確かに出るな、色確かにコント師の感じ出とるわ。ロングコートダディはそうか、堂前かがつけたんか。で、ちょっと関係してるんですよね、このタイトルが。作中の中でコポポ水中の時もセットが水中にいるような。コント師やな。コント師やね。漫才師はできないやつ。いや、でもこれ気持ちいいなと思ったら。確かにロングシューするな。するする。え、リーチ。あ、リーチか。リーチです、はい、俺リーチをピンク。天才ピアニスト。違います。いや、さっき見たことあるな、これ。何これ。右から2番目の星に住む迷子たちの声。すっごいことやってるよ、これ。単独タイトルだいぶ世界観、もう漫才師では絶対ないわ。シソンヌ。違います。あってもおかしないな。えじゃあ次。もうすごい赤い椅子。ここでシンプル。笑けてくるな、これ。でもまあ、コント師やな。絶対もう絶対漫才師じゃない。漫才師でこれやってたら大したもんやん、ほんま。相当いい。見上げたもんやで、漫才師の単独でこんなタイトルつけてたら。これちょっと言ってみようか、うん、男性ブランコ。違います。ぽいな。ぽいやろ。ぽい。次で分かるってことか。え、多分次で分かると思います、皆さんなら。でもここでやってたら気持ちいいけどな。赤い椅子はなかなかやってるで。右から2番目のやつと思いきや、俺赤い椅子がやってると思う。確かに確かに。え、いいの、うん、千原兄弟さん。正解です。やってる。いや、お前も言ってる。俺は素晴らしい。お前も言ってない。俺はマジでいいなと思って。なかなかやな。いや、俺なかなかいいなって。俺もいや、ほんまにやらはってるわ。これは素晴らしい。やらはってる。やらはってるわ。すごい。やらはってるって。お前やばい。やばいっす、この人。やばいで、この人。この人やば。証拠映像残ってるよ。赤い椅子が何やったらいいか。俺は素晴らしいと思って。いや、俺は赤い椅子いいな。右から2番目と思いきや赤い椅子って。うん、確かに確かに。俺は青いだったら嫌けど、赤いは素晴らしいなと思って。いや、なんでこんな焦り出すの。俺今15ジャック出た時キモすあかん。これももうカットなしやからね。いや、これ面白いね。いや、結構色出ますね、うん、あ、やっぱそうなんやな。でも考えることって何種類、2、30種類ぐらい出たよね。うん、やっぱ赤い椅子が一番いいな。いや、俺はそう思ってたよ。俺もずっと思ってた。なんか言ってたよ。やってる。言ってました、この人。こいつ言ってましたよね。この人見てください。やってる。証拠見てください。見てください。また戻して。こいつが言ってました。最高、多分一番難しいやつ。あ、いいじゃないですか。最高難易度。これは伝え気持ちいいぞ。難易度マックス。暴走テロリズム。なんか M1 のキャッチコピーみたいな。ほんまやな。暴走テロリズムとかボキャブラのな、うん、ボキャブラのキャッチコピー感あるな。わかりません。テロ。青い。あれ、大先輩の匂いするぞこれ。うん、うん、やってそう。やってそう。青とかやっとるぞこれ。青いはなかなかやな。これ漫才しちゃうのは梅の花。ラフ事件。違います。梅村さんおるからね。うーん、まあこんなんせんか。そうやな、こんなんせんかって言ったらか。いや、素晴らしいタイトル。多分先輩や。じゃあ最後。はい、はい、諸行無常。あ、これえ、え、ネイビーズ。違います。いや、なんかこういう難しいことを使うよ。諸行、諸行無常。なんか変わっていくみたいなこと。学天則。正解です。
まあ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 これはまあ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 やな、まあやな、これいやいや、セカンド頑張っていただいてね。青いってな、青い青い、なかなかなどうも、ボトルズです。お願いします。あの、いきなりだけどね、はい、あの、今こうやって芸人をしてますけども、うん、もしあの芸人じゃなかったら、芸人じゃなかったらやってみたかった仕事っていうのがあってね、やりたかった仕事なんですか、それは。中学の先生。あ、中学の先生。そうそうそう、確かに教員免許持ってますからね、あなた。で、ゆくゆくは、教師生活を続けていってね、うん、あの校長先生になって、校長になって、こう朝の朝礼とかで、ね、全校生徒の前で話したかったなと。校長先生になりたかった。そう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 、全校集会だるいね、あれ聞くのな。おざおす。ああ、校長先生ね、今週も始まりましたが、うん、皆さんは、中学生らしく元気に過ごしてください。まあ、こんな朝から言われるんですよね、ここで、はい、悲しいお知らせがあります。のっけからそんな悲しいお知らせ。昨日、うん、我が校の制服を着た生徒がコンビニでタバコを万引きしたそうです。悪いな、その子。タバコ万引きやろ、コンビニで。レジの中入ってるやん、それ強盗やん、もうそれ。中学生やんな、これ。ダメだぞ。そんなんで済む？もっとちゃんと怒った方がええと思うねんけど。もう一つ、うん、悲しいお知らせがあります。そんなに悲しいお知らせ？2年の山本くんが、山本くん、経済的な理由により、何？一軒家から団地に引っ越しました。言うたんだよ、お前。何や思てんねん、団地を。おい、団地なりの行動を取る。どうしたらええねん、お前。いじめられるよ、そのあだ名つくから。そんな全校集会の前で言われたら。ここで、うん、嬉しいお知らせもあります。嬉しいお知らせせな、そんな。1年の田中くんが、うん、田中くん、絵画コンクールで、絵画コンクールね、金賞を取りました。すごい、これはね、みんな表彰するやつやんか、お前。田中くん、前に来なさい。前まで来さしてね、いいやんかね、こう表彰状渡すねんけども。校長先生、リュックしょってなかった？すごいファニーな人やね。リュックしょってやってたん？おめでとう。いやいや、まあまあ、めでたいことやからね、こういうのは。田中君、朝礼台に上がってきなさい。あ、登らして、どうすんの？ここ。あ、足持って、おう、足を。よいしょ。肩車してやる。かわいそう。恥ずかしい、こんなん思春期で。私は、君たちのような生徒を持てて、うん、とても嬉しいです。いや、それはええねんけどね。どういう状況なん？プルプルなってるやん、下。上の子もすごいな、これで耐えれてんの、お前な。続いての話題に移ります。このまま行く。担いだまま生徒を、今日は、避難訓練があります。避難訓練ありましたね、そんな、他の学校では、うん、お菓子やお箸などと言ったりしますが。ありますね、押さない、走らない、喋らないみたいなね。我が校は違います。まあ地域によって違うでしょ、そんな。いいです。あ、い、一文字、どういう意味があるの？生きろ。潔えな、おい。生きろ。もののけ姫のキャッチコピーみたいだね、なんか。教頭もジブリ好きなんですか？誰が教頭やねん、お前。どこの学校の校長と教頭がこんなキンキンの距離で朝礼すんの、お前。気持ち悪いやろ、お前、初老が。そうですか、あるか、お前。避難訓練の際に、うん、逃げる順番を発表します。逃げる順番、まあまあ日の元によって違うけどね、そんなんは。まず先頭を、まず先頭、PTA 会長の娘さんの、篠崎さん。そんなんないよ、そんなんね。日を起きる時、とこによって変わるから。そして中段を、中段を、その他大勢の生徒。まあまあ、その他大勢って、お前。そして最後部、最後部、一番汚い、汚いじゃないわ。何が汚いのよ。一番危ないとこね。団地組で固めて。団地何や思ってんの。おい、団地を差別するな言うてんの、お前な。あ、何、犬でテンション上がんな、入って。生徒がテンション上がんねん。なんで校長が犬でテンション上がんねん。もう何年も見てきたやろ、お前、そんなんな。黙祷。なんでこの学校何があったんだ。黙祷急に行く？やめ。やめ。前だろ。いや、そんな列見られへんって、黙祷で。なあ。黙祷。二発行きますか？ねえ、闇深そうやね、この学校。おい、黙祷やめろ。長いな。黙祷もうええよ、お前。ちょ、長いって、お前。いやいや、そんなな。まあ、ネタ合わせよりめちゃめちゃ長いやな。頼めやけろや、お前な。もうええって、喋ることあらへんから、俺、目つぶられとっても。はよ、開けろって、お前。マジで。やめやめ。やめやめ。やめやめ。何や、だらそうに、お前。以上で終わります。こんな学校あるか、もうええわ、どうもありがとうございました。どうも、見取り図です。お願いします。まあ、この前ね、心霊体験をしまして。心霊体験。そうそうそう。あ、そう。この前さ、うん、俺ら2人と後輩2人の計4人で飯行ったの覚えてる？たまにはコンビで、後輩連れて行こうと4人で行きました。その時に、うん、嫌な気配感じ取ったわけよ。居酒屋におったってこと？そうそう。俺だけになんか語りかけてくるよ。聞こえてくるわけや。そう、まあ、その例の見た目っていうのが見えてるんや。
ジーパンを履いて、え、ブーツを履いて、ビビアンのシャツを着とったの。それ折れちゃうかな、な。え、折れちゃうかな、そのコーディネート。俺にしか聞こえてなかった。いや、それは後輩に無視されてたから、お前に話しかけた俺やんかな。あ、そうなの。あん時の俺隣おったやろ。なんで俺俺や思うね。でもその飲み会が終わって、うん、繁華街通って帰ったよな。繁華街ね、みんなでそこでも霊みたいな。あ、でも人混み多いとこにおるって言ったりするからな。行き交う女性にふわっと近づいて、近づいてなんか話しかけてるわけ。女性だけを狙って。そうそうそう、怖いな、それ。その霊の見た目っていうのが見えるね。ジーパンを履いて、ブーツを履いて、ビビアンのシャツを着とったよ。それ折れちゃうかな、だから。え、どういうこと？俺やてよ、一緒に帰ったやろお前な。でも女性には聞こえてなかったし。それナンパして無視されてた俺やんか、お前。そう、順番に。いや、俺の話やろずっと。実は今日この劇場でも見て、俺や、俺おるやんか、やお前な。喫煙所。いや、吸うから俺もタバコ。いや、スラーっとした女性の人。女性の人はおらんかった。うん、スラーっとした女性の人が。女性の人が好きそうな、スケベそうな男がタバコ。俺やないか、おい。俺や言うてんねん、お前。絶対。じゃあ、あれ違う。絶対。じゃあ上何羽織ってた？ビビアンのシャツ。俺や、おい。それしか着てへんのか、俺な。一軍の俺や、ほんで。実はね、え、俺の知り合いが体験した話。もういいです、俺です。いや、関係ない、俺の知り合いだから。他人？そう、ほんまに折れちゃうね。俺の知り合いが、うん、あの車でね、心霊スポット行ってた。心霊スポット行ってた。うん、ってなんか急に音がパッと止まったよ、音楽。うん、で、後ろに変な気配感じたから、うん、パッと振り返ったら、振り返ったら、血が、血がもう一面にっていうな体験をした人が、ベタな体験は怖いよこれ。朝パチンコ屋に並んどるビビアンのシャツを。俺やないか、おい。ただの目撃談や、俺の。そう、俺がおったかどうかの話やから。まあ、次はさ、妖怪を見たっていう人が。いや、俺や、もうええわ、どうもありがとうございます。お願いします。いきなりは今日ね、はいはい、ちょっとあのおかんが誕生日近いから、うん、なんかええとこでも連れてってあげようかなと思いましてね。あ、なるほどな。奮発しようと思ってな。お寿司とかどう？寿司ええやんか。すき焼きね。すき焼きね、ほんとすき焼きで言うと僕は高知の人みたいになりませんけどね。好きやからね。あの、実はね、うん、普段からお世話になってるお寿司屋さんがあってな。はい、ああ、そう。そこ多分サービスもしてくれると思うから。負けてくれるの？行きや。ああ、そうやと紹介しよう、そこのお寿司屋さん。ちょっと粗相のないようにな。うん、いろいろ教えとくわ。あ、失礼のないように大将に、うん、まず大将の名前が、大将の名前、司さん。司さん、あの司さんの一文字で。あら、珍しいね、司さん。で、名字が、名字ことぶき。ことぶき、うん、ことぶき司。そう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 。寿司ってなってんの？はい。え、寿司ってなってないか。ああ、たまたまな。すごい、寿司屋の大将が寿司って書くなんてすごい運命やね。そんな、でな、なかなかないよ。そのお店、うん、大将の娘さん3人が働いてるな。あ、3姉妹が看板娘として。まず1人目の名前が、珍しいね、そんな。紫ちゃん。あ、長女は紫ちゃん。そうそうそう。あの寿司の世界では醤油のこと紫と言いますから。そうそうそう。すごい上手いことなってるね、そんな。で、二人目が、二人目、ひかりちゃん。ひかりちゃん、うん、なるほど。これは魚のことをひかりもんというから。そうそうそう。ええやんか、ええ感じやん、それお前。で、三人目がちょっと変わっとってな。うん、紅生姜から取ってるわけ。紅生姜から、うん、えらい地味なんからね。そうそうそう。それで言うたら、まあ紅ちゃんとかそういうことか。ガリちゃん。ガリちゃん女の子の名前が、はい、かわいそうやね、その子。そう、本名やんな、ガリちゃんなんて。もちろんもちろん。あ、よくないと思うけどね、あんまり女の子で。でな、うん、大将猫2匹飼ったよな。ああ、そうなんや。その猫の名前も教えとこう。これ覚えとかなあかんかな、猫の名前も。いや、大将な、うん、かわいがってるから間違ったら怒るわけよ。不衛生やね。まあまあ、ね、店内で放し飼いしてるタイプ。あんま寿司屋で猫放し飼いもよくないけども。まず1匹目の名前が、あ、猫の名前ね。虫編に、虫編、気が合うの合うと書いて、虫編に気が合うの合う。そうそう。これはちょっと何て読むの。ハマグリちゃん。ハマグリちゃん、猫の名前。そう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 。すごいね、大将はネーミングセンスが。で、2匹目が、2匹目、魚に、魚に弱いと書いて、魚に弱いはね。そうそう、これイワシとかブリとかそんなんやったと思う。魚弱。魚弱そのまんま。はいはい。魚に弱いで、あ、そうよ、ウオジャクちゃん。魚編とかやるんです。ウオジャク、すごいね、大将は相変わらず。まあまあ、とりあえずな、うん、1貫2万するけど行ってき。誰が行くか、もうええわ。どうもありがとうございました。最近ね、調べたんですけども、はい、痴漢の冤罪が増えてると聞きまして、今日ね、男性の方も多いですけど、うん、電車の中で痴漢してもないのにこの人痴漢ですと言われたら、そのまま成立して捕まってしまうみたいなね、かわいそうやね。僕なのでちょっと大将を調べたんですけどね、はい、電車に乗るとき釣り革は片手ではなく両手で持った方がいいらしいですね。なんで？片手だとこう電車の揺れで触れてしまって勘違いが起きてしまうので。あ、なるほどね。両手だと周りが証人になってくれるというやつですよね。まあ、だったらさ、未然に防げますからね。ちょっと俺も参考にしたいから、うん、女性として電車に乗り込むから冤罪にならない見本を見せて。俺冤罪のプロちゃうねん、お前な。知るか。調べただけや、俺も。な、なんで。まあ、電車の中では、どんな時も両手で釣り革を持ってる方がいいですからね。
出す。出す。出す。この人痴漢です。どないしたらええねん、おい。あ、そう、見た目で痴漢成立せえへんからな。俺顔さしたかと思ってたから。俺のあだす返してや、おい。あだすって言ってたから俺。おいって。え、若痴漢の方ですか。若痴漢？痴漢にしては若いってこと？マンチカンみたいに言うな、おい。なんや若痴漢とお前。だって若痴漢だ。あ、お姉さん僕痴漢じゃないんで。若痴漢だ。お姉さん、公共の場なんで静かにしてもらっていいですかね。若痴漢だ。あんまりそんな角度によって痴漢変わらないんでね、静かに。若痴漢だ。せめて片手でさせてくれ、おい。何やその両指で。若痴漢だ。いや、ちゃうちゃう、もみくちゃになった時やから。ああ、なるほど。満員電車でもみくちゃになった時にね、そういうのが起こりやすいの。聞いてんのかお前な、おい。満員電車でもみくちゃの時って痴漢とか起こるらしいよ。すごい叫んでる女乗ってきた。一人でものすごく叫んでる女。ああ、流されてきてる。もみくちゃ満員電車ですからね、こういうことあります。ごめんなさい、こういう時こそ両手で釣り革を。ごめんなさい、ごめんなさい。ああ、すいません、すいません、お姉さん。悪気ないです。ああ、ごめんなさい。すいません、本当悪気ないんです。お姉さん、体大きくてすいません。すいません、すいません。ドラクションみたいに僕の周りが。ああ、ごめんなさい。僕次の駅で降りるんで。いや、こっちも悪気ないんです、本当に。ごめんなさい。これはもうどっちが悪いですか。ないです。飛んでます。どっちが悪い。お姉さん、小田和正みたいになってません。すいません。ああ、すいません。すごい体勢になってすいません。大丈夫ですか。大丈夫。大丈夫です。あ、すごい目が。すいません、僕はあのほんま。いや、全然大丈夫。ごめんね。いや、こちらこそすいません。もうあの、すぐ降りるんで僕ね。何歳。何歳。あ、僕ですか。34歳です。何ヶ月。あんま大人ヶ月で言わないの。何歳、何ヶ月。いや、34歳、7ヶ月です。すいません。大きくなったね。いや、他人です、初めましてなんで。あ、混んでますね。大きい部活飛ばしてたし。ほんまに女性ですよね。あ、部活とかも全然そんな言うほどのことしてないんで。ちょっとだけ静かにね。すみません。車両に二人っきりですね。やばいやつやないかな。お前、痴漢よりやばいやろな。何が？星とか聞いて。ずっと。おい、吐息。おい、何して、お前がやりたいって言ったから。あ、え、いや、ちゃいますよ。ちょっと飛び込んできたから。こうやった時にあなた。何してるんでしょうか、お姉さん。え、ウニューハンターだ。いや、僕、右乳だけ狙う痴漢じゃないの。ウニューハンターっているんですか、痴漢に。触ってた。サニューハンターもいるでしょ、どっかに。それ。いや、あなたがこうやって。お姉さん、何をしてるんでしょうか。新手の当たり屋ですか。ひどいです。痴漢でも何でもないですよ、こんなん。傷つきました。ちょっと向こうの車両行ってください。ちょっと迷惑なんで。わざとじゃないんですか。わざと違いますから。二度とやめてください。女性は傷つきやすい生き物のやつ。いや、あなたが飛び込んできたんでね。手、ちょっと出せないんでね。やめてください。え、この女。次は、プノンペン。プノンペン。車掌やったんか。プノンペン。カンボジア鉄道これ。どうですか。カンボジア鉄道の一幕ですか。なんでダメなんですか、カンボジア鉄道。じゃダメとか、僕が乗ってたってことですかね。いや、プノンペン降りてった。プノンペンに用がある女性や。絶対さっきの男、私のウニュー触ってた。ホームでなんかブツブツ言うてる。考えたら腹立ってきた。ホームでブツブツ言うてる。あ、電車動き出したから。追っかけてきてる。電車追っかけてきてる。怒号すごい上げてる。降りてこいみたいなこと。来い。いやいや、電車におっつく。若痴漢って言ってる。絶対若痴漢って言ってる。若痴漢ちゃい、もうええわお前。おい、何してんねん、ずっと。ほんで早いね、走り。ええって、やらんて。ちゃもみくちゃ、おい、ちょっとお前がやりたい言うたやろな。ここは2人で使う席です。1人で使うのはやめてください。すごい正義感強い人。ちょっと、え、すり革にぶら下がって遊ぶのはやめてください。この電車治安悪すぎないですか。すり革ぶら下がってるやつおるんですか。タバコを吸うのはやめてください。タバコ吸ってるやつもおる。床で消してるやん、ほんで。いやいや、僕は何もね、こうマナー守ってますからね。車両に2人っきりですね。やばいやつやないか。もうええわ。どうも。マシュマロキャッチってさ、劇場のゲームコーナーで昔からようやったよね。まあ、投げてそれを口でキャッチするんだよね、はいはい。もう何回、1000投ぐらいやったんちゃう、この芸歴10。そんなった。
7年8年で、うん、1球も落としたことない。あ、マジで、ええ、自信ある。めちゃめちゃ自信ある、うん、だから今日はちょっとね、長い距離でも俺キャッチできると思う。はいはい。家の中で無理やから、うん、外来ました。はあ、はあ。でこれはもう責任持って、うん、落ちたら食べます。ああ、落とさんけど、ね、落とさんけどね。でも今のところ100発100中で成功やろ。うん、先発戦中。じゃあまあ落とすことはない。まず例えばこの距離なんて余裕よ。うん、ああ、うん、かっこいい、かっこいい、かっこいい、マジ余裕。じゃかっこいい。絶対川に落としたくないや、うん、こっちから投げて絶対落とさんから。うえ焦った、ま焦った。こんぐらいリスクしょっても俺はキャッチできるね。なるほどなるほど、うん、ロングでやると。ロングでやっていこうか。はい。かわいいな。何歳ぐらいやろ。3歳。3、4、3、3か。俺のマシュマロキャッチ見たら憧れるやろな俺に将来の夢変わるかも。将来の夢変わるかもしらんけど、彼らの通過を待って。一回投げて。体痛めてるからな。いける。オッケー、とりあえずやってみる。この距離は余裕。投げる方も頼むで。はいはいはい、はい、よいしょ。あ、はい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 。最悪だ。1投目オッケー。ナイスカッ。はいはい。ナイスカー。はいはい。ナイスカー。はいはい。ナイスカー。ちょっと待って。お前のペースで。え、おい、めちゃめちゃなのこれ。おい振り切ってへんか。え、でもうまかったわ。ちょっとじゃあ違う距離とか取る。もうちょっと長く行こうか。オッケーオッケー。はい、ちょっと距離空いたね。届くかなこれ。はい、あと1個で糖尿になるかも。ごめん、えぐいぐらい喉乾いてるし、甘みがすごい。え、一回じゃあ無理。ちょっと場所変えよう。確かに。あと、ごめんなさい、ルール確認。ああ、これお水飲んでいいですか。ダメ。なんでなんでやろうか。マシュマロしか食べたらダメ、時間帯が。これなんかこうさ、上から落としてキャッとか無理なの。俺船ちゃうねん。釣れないんかな。そういう高低差あるとこ。まあないか。俺にカバーいて無理かな。落としてキャッとかできたらめっちゃかっこすごいけどな。絵になるというか。階段の上としてるから。ああ、高低差あり。階段の上と下から高低差出るからむずいよ。もうやりたくないかも。めっちゃしんどい。口の中気持ち悪い。いきます。高め。おお、風も計算して。おお、かっこいい。おお、クマちゃうねん。ねえ、お嬢ちゃん、すごいすごいね。ほら、ありがとう。バイバイ。
これ以上何がある？階段以上にすごいの。高速球とかいける。高速球、高速、マジでいきます。高速なくなった。あのなくなりました。オッケー。あれまだある。いや別にいいよ、また今度やるのか。もう今日、今日やりたい。今日やりたい。え、ハイに入っとるマシュマロ。ハイスカイツリーってっぺん登れる。すごいよ。やる。上から、上から落としてほしい。ここか、無理な。この通路ここ行けるんじゃん。ほらここやったらこんなん余裕やん。マジでむずいと思うけど。どうぞマシュマロ。ここどんどん行くよ。はい、ナイスカー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 どうしました？いやすごかったわ。シャオニーさんみたいな。いやすごかった。シャオニーさんみたいな。いやすごかったよ。ああ、いや良かったんちゃう？特技見せれて。特技見せるか。落ちたの全部だもん。ああ確かに。そ、俺そっちが今心配。な。何が心配なの？いいよ。ハエみたいなのついてんの食べて。いやでもそれは食べ物やから。勢いでハエみたいなのついてんのそのまま食べてんの。それはもったいないから食べないと。そうそう。うん。それ言われるやろ。そう、無駄にしない。分かってくれた。うん、いやすごかったほんまに。満足。まあ満足。次はもう高いビルから投げてこい。ああ。ちょっと次じゃ本当に高いとこ探して。ああ高いとこ探して。うん、あと何個ある？あと1、2、3、4、8個。あと8個。うん、もう8個じゃあ最後食べていくわ。お。投げても頼むで。もちろん。もうノーミスでいくわ。うん。これ成功したらすごい。どう？こう垂直か。ふわふわ。いいよ、さっきの。いや、足連続。はい、行きます。はい。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。いやー、実につまらん企画ですね。ナンバー。そこに散った。一人の熱唱者、難波の街を逃げ回り、曲のサビまで熱唱することができれば賞金100万円を獲得。ただしハンターに捕まれば賞金はゼロ。いよいよ恐怖のゲームが幕を上げる。賞金100万円を獲得することはできるのか。シングフォーマネー熱唱中。いや成功させたいな今回は。まず歌う場所やな。絶対人気ないとこの方がいいやん。ハンターに聞こえたらハンター寄ってくるから。とりあえずこん中入るか。ハンターは神出鬼没。いつどこから現れるかわからない。ハンターちゃん、ハンターちゃん、やばいやばい。ハンターを見つけた森山、うまくこの場を切り抜けることはできるのか。しのいだ。
あ、危ねえ。危なかった。ここ危ないからな。ハンターは驚異のスピードと持久力を併せ持つ。逃げ切るのは容易ではない。これルール上トイレ行くのあるやんな。ちょっとだけトイレ行こう。ここでトイレで用を足す森山、その表情には余裕が見える。森山、運が味方した。こっちは、こっちなんやろ。あ、舞台ある、舞台、舞台あるわ。ちょうど熱唱チャレンジ舞台でいいんちゃうか。舞台で歌う、舞台でチャレンジします。ここで熱唱チャレンジをする森山、果たして歌い切ることはできるのか。ハンター大丈夫やな。夜中にいきなりさ、いつ空いてるのってライン、君とはもう3年くらい会ってないのに。どう、ハンター、ハンターは視界に捉えた獲物を見失うまで追跡する。森山必死の逃走。この場を逃げ切ることはできるのか。助かった。危なかった、やばかった今のやばかった。ハンターは驚異の聴力も持ち合わす。歌い切るのは困難だ。あのさ、多分ハンターって部屋入ってこないんで、ちょっと部屋入ります。ここで部屋の中で歌う作戦に出る森山、その選択が吉と出るか凶と出るか。よしサビまで歌い切ったらいいんですよね。夜中にいきなりさ、いつ入ってるのってライン、君ハンターだ。この広さでどう逃げ切る。助かった。あぶね、あぶね。やっぱ熱唱、熱唱に反応してるな、あれ。やっぱりもっと人おらんとこでやらな無理か。危なかった、はあ、難しいな熱唱チャレンジ。まずやっぱ大声で歌わなあかんてやな。ハンターおびき寄せてしまう。もっともっと人気のいないとか、多分屋内無理じゃないですかね。喫煙中の森山の近くにはハンター。ここでハンター獲物を発見。人違いだ。
下行くわ。出るわ。屋外での勝負に出る森山。わあ、密室が安心するな。しかし恐怖は突然やってくる。5階園芸ホールです。うせ、ハンターだ。ハンター森山に急接近。絶体絶命の大ピンチ、やり過ごすことはできるのか。エレベーター内に緊張が走る。しのいだ。これいけるんや。じゃあ俺も勝つや。勝てるんだ。俺これで逃げたらええよ。行こう行こう行こう。外に出てきました。外の方が逆に安全かもな。どうしよう、どこまで行こう。ハンターが視界に捉えたのは、銅像だ。ここまで曲のサビにたどり着けていない森山、果たして100万円を獲得することはできるのか。いや、人全員の外は人全員ハンターに見えるから、それ気をつけないと。見つかった。ハンターが急接近。やり過ごすことはできるのか。しのいだ。いけるんや。え、いけた。いけるんや、メガネかけて。別人やと思うんや。え、成功できそう。あのハンターだいぶポンコツかも。あの字絶対バレたいと思う。ここで熱唱チャレンジしようかな。ちょうど工事中の音あるから紛れると思う。チャレンジします。夜中にいきなりさ、いつ会ってるのってライン。君とはもう3年くらい会ってないのにどうしたの。あの頃僕たちはさ、何でもできる気がしてた。二人で海にいてはたくさん写真撮ったね。でも見てよ今の僕を、クズになった僕を、人を傷つけてまた泣かせても感じ。もう高いな。キーが高すぎた。こんな高かったっけ、こうする。ちょっと待って、ちょっと練習しとこう。エリアには一体のハンター。いつどこで現れるかわからない。あ、この公園で歌うか、ちょうどいいんちゃう。ここでちょっとベンチ空いてるわ。ベンチ公園を見つけた森山。ここでチャレンジします。しかし近くにはハンター。夜中にいきなりさ、いつ会ってるのってライン。君とは
もう3年くらい会ってないのにどうしたの。あの頃僕たちはさ何でもできる気がしてた。二人で海にいてはたくさん写真撮ったね。でも見てよ今の僕を、クズになった僕を。森山、歌い切ることはできるのか。別に君を求めてないけど横にいられると思い出す。君のドルチェ&ガバ見つかった。最悪や。見取り図森山、あとちょっと。もうちょっとで100万やったのに。マジうっとうしいわ。普通人があそこ歌ってたら捕まえへんけどな。森山選曲を。森山と、変な芸名なんですけどリリーと言いますんで、覚えて帰ってもらってですね、はい、まあそんな僕ですけど、うん、30代突入しましたから、はい、やっぱりこう結婚を前提としたねお付き合いできる彼女が欲しいなと思いましてね。なるほどね、まあ、だったらさ、うん、俺何人か女の子の知り合いがおるから。あ、そうですか。紹介しようか。女性を紹介してくれる僕に。あやちゃんとかどうかな。あやちゃん、この子の身長が160cm ぐらい。まあまあこう女性で160たら普通ぐらいですよね大体で、うん、23.5cm。 23.5。 あ、それは何、靴のサイズとかそういうこと。顎の長さ。顎の長さ。しゃく、え、めちゃめちゃしゃくれてないその女の子で、お坊主らしいわ。どないなってんの。え、めちゃめちゃしゃくれた坊主の女の子。そう、マガタマちゃんお前な。すごい大きいマガタマと見間違えてないそれ。いや、女の子や。女の子かそれほんまにお前な。だったらさ、おどんな子が好きか言うてくれんと。あ、僕タイプ、うん、タイプはあの小さい子が好きなんですよ僕。あ、そういう子も一人知ってる。小柄な女の子可愛らしいですからね。この子紹介しようか。あ、紹介してくれる。この子っていうのが小さい子可愛らしいもんね。来月生まれる子。ええー、わけないやろ。来月生まれる子胎児。そうそうそう。どうやって紹介できんの俺にな。お前デート行って。いやデートもなんも俺首もお湯かけてあげるぐらいしかできんの。それデートって言うほんまに。だったらな、ちゃんとしたご紹介して。大きくてひげ生えた人が好きってこと。大きくてひげ生えたってもう俺やんか。俺しかいないですよそんな。この子紹介する。やっぱタイプと思ってもらってる方がいいですからね、うん、この子の身長が。お、身長 178cm。 178よ。スレンダーな感じかな。なんかで体重が。体重も知ってんの女の子で。 95kg。 だいぶ硬いよ。どっかで5番打者かなんかやってた。で一つ問題があって。でも結構問題やと思うけどね。ヒゲボーボー。大問題よお前。だって女の子でヒゲ生えて体重折れちゃうんかそれお前。折れちゃうんその子。目を追ったらどっちか消えるやつちゃうんか。僕結婚前提で消えたくないんですよ。言うとけばよかったね。だったら、うん、今すぐにでも子供欲しいって言うことしてる。今すぐにでも子供欲しい、うん、僕もそういう未来を見据えた子の方がいいですよ。でもやっぱり結婚したいですから。少なくとも、うん、ここぐらい欲しいです。全然男として3人ぐらい頑張りますよ、ね、300。死者も死者もちゃうんかその女。お前女の子だから300。コンパとか行って彼女作り。いやコンパ、そう飲み会みたいなことね、男女の。いや、それ行きたいけど、僕モテないですからね。それで言ったらさ、うん、今度コンパがあるんだけど、はあ、その中の女の子の一人がさ、合同コンパ、森山くんのこと知っとって。僕のことを知ってくれてて。めちゃくちゃタイプらしい。知ってくれてて、タイプ、もう勝ち行くさや。そう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 。行く行く、そんなの。その子の身長っていうのが。身長とか詳しいね、あなた。178cm。 178cm? スレンダーな感じかな。体重が。体重も知ってんの女の子で。95kg。 なんか聞いたことある。なんか聞いたことあるね、これ。で、教えて教えて。ヒゲボーボー。さっきのやつやないかお前。さっきの子やないかおい。なんで言えの。なんで俺を消そうとすんのお前。ドッペルゲンガーやろ俺のその子お前な。違うかなそんなもん。もっとまともなコンパか。当たり前、ちゃんとした普通のコンパない。せめてじゃあ。だったらさ、うん、今度な女子アナとかモデルとか来る3対3のコンパある。女子アナとか。それ、それタレントさんがやるような飲み会やん。行ってみたい行ってみたい。それ男性陣の2人の紹介もしとこう。
知らない人と行くの？もう決まってるから、そこ。あ、僕は穴埋めで。そうそうそう。珍しいね、男が穴埋めって。一人目。うん。某自動車メーカー御曹司。某自動車メーカー御曹司。二階堂亮。あ、年近かったらええけどね、それ。気に合えばええねんけど。二人目。二人目。モデル兼医者。モデル兼医者、すごい引きのある人やね。綾小路匠。綾小路。ねえ、話合えばええねんけど、その男の人と。そして3人目。3人目、うん。見取り図、森山。誰が行くか、そんなもん、お前。行くわけないやろ。なんで俺だけ見取り図、森山って言わないの。かっこええキャッチコピー、俺も欲しい。医者とか、そんな御曹司とか、なんで俺だけ見取り図、森山みたいな。やめてくれ、お前な。でも、モテたかったらな、うん、まずおしゃれせんと。いや、まあまあね、身なりには気をつけなあかんなとは思いますけど。結構おしゃれとか詳しくて。え？パッと見たら何がいいのか分かる。コーディネートできるわけですか、本当に。タンクトップ。タンクトップ、うん、だけ、はい。いやいや、俺、太ってるから肌露出したくないじゃん、お前。ロックスターってこう、丈短めできてる。それね、カリスマやからいいんですよ。僕やったらお腹が出てしまうんでね、これ。もっと上、もっと上。いや、もっと上ってお腹、これ、ぼっこり出てる。あ、もっと上や。いや、もっと上って何か、こんぐらい？そんぐらい。のタンクトップ。うん、スポブラやん、こんなん、お前。スポーツブラやん、これ。真っ白スポブラやん。何がオシャレやねん、それの。オシャレやねん。スポブラにじゃあ下何合わせたらええの、俺。パンティ。パンティ生地は生地。麺。女子中学生や。女子中学生歩いてると思われて、俺街中で変なおじさんに連れてかれてもらうか。連れてかれるか、お前。俺ら変なおじさん。警察連れてかれるわ、俺。スポブラとパンティで街中歩いてたら。じゃあな。もうええねん、お前。おしゃれとかの前にまず痩せて、まず。え？痩せるしかない。いやいや、それはね、太ってるから絶対痩せてる方がいいですけど。ライザップね。いやいや、ライザップすごい効果あるとは聞きますけど、ちょっとお金がなくてね、僕そういう。それだったら俺がメニューとかこれトレーナーするわ。いや、大丈夫ですよ。俺詳しいから。メニュー組める？ちょっと教えとくけど、千日間単位の千日間厳しい修行を行って。千日間も修行せなあかんの？あの土の中で、うん、座禅組み続けてもらうから。即身仏や、お前。知ってて言ってます。ろお坊さんが悟り開いて自らが仏になるやつです。でもまあ、ライザップだからな。見たことある？ライザップの CM で太った人一周回って仏で帰ってきたの見たことある？俺もないよ。怖々しいやろ、お前それ。なんやねんな。全然わかって、僕が聞いたのはね、モテる男っていうのはやっぱ心に余裕がある人。ああ器がでかいというか、それが大人の色気を感じるらしいですよ。その点俺はすごい余裕ある。自分で言う、うん、心に余裕がある。あります。じゃあもしも話、例えば彼女が、はい、1時間遅刻しても怒らず行けますか、デートに1時間遅刻。まあ何も言わんかな。何も言わない。そういうことってある。おお、余裕があるかな。うん、じゃあ極論やけど、はい、お前があのトイレから帰ってきたら、今まさにその瞬間彼女がお前の財布からお金盗んでたらどうする？ただの窃盗やねんけどね、これ。俺はさすがに言うでしょ。え、もう何も言おうかな。え、何も言わない。どうしても欲しいものあったんじゃ。いやいや、言ってもらった方がええやろ、買いたいもんあんねんけど、金貸してって。シャイなんじゃ。シャイって窃盗するお前。最後最後はほんま究極やで。お前が実家から帰っ、実家に久しぶりに帰ったら、今まさに彼女がお前の家放火してたらどうする？もう大犯罪正規の。何も言わんかった。あたおかでした。頭おかしいやないか、お前。あたおかやったらさっき言えよ、お前な。あたおかやったらさっき言うといてくれ。ていうかさ、え、考え方ダサいよ。お前のせいや、もうええわ、お前。Шапотетра, симфонія нечувена, розбари у зорки у ліщу, каотайну птице. Мільйон ситних живота, тапісерія зелена, розпечучися на сумцу, живописна чудесна сцена. Із-под кошник десь є не лака на плешу, земля одише і звіше, юж є на завершена. І док сонце залазі поячі небо златом, наше серце налазе у тих лов'є пічама неіспічані. Шуштання ліща нєжа, умірюючий звук, шуборення потока, все може наче ні. Звізда на ночь це розвія, пошу нас до безкрайного неба. Пісно білете і лете, попутний бок
vratiti ispod košnje gdje sjene lagano plešu zemlja odiše i izdiše još jedan savršen dan i dok sunce zalazi boječi nebo zlatom naša srca nalaze utjehu ovdje pričama neispričani ciklus godišnjih doba bezvremeni beskrajni ples podsjetnik na naše mjesto u ovom eterijalnom transu. Od zimskog ledenog stiska do ljetnog bujnog cvata. Nježna ruka prirode vodi nas kroz dan i kroz tugu. Ispod krošnje gdje sjene lagano plešu zemlja udiše i izdiše još jedan savršen dan. I dok sunce zalazi bojeći nebo zlatom naša srca nalaze utjehu ovdje u pijama neispričani. O djeci i dine za uvijek u našim dušama.
そよ喜び。